全国のカレッジフットボールファンの皆さん、こんにちは。青空に少しだけ雲がかかってきました。京都府の西京極陸上競技場です。秋も少しずつ深まり、球場付近近くの木々も赤やオレンジの葉をつけています。ここからは第5節、同志社大学対龍谷大学の試合を行っていきます。10月25日土曜日、まもなくキックオフです。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第5節、龍谷大学対同志社大学の試合がまもなく行われます。本日解説は関西アメリカンフットボールコーチズアソシエーション会長の茨城勝司さんをお招きしております。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして実況は RTV の瀬祐介、今日はリポートの中継は上田アナウンサーが入っております。それでは皆様、今日もよろしくお願いいたします。さあ、ここまでの振り返りなんですけれども、はい、まあ、もう4試合、行われてきているこの、まあ、関西学生アメリカンフットボールリーグなんですが、ここまで振り返ってみていかがですかね。はい、まあ、関西学院有利というのはもう過去4試合の戦い見て、もう光っているんですけど、なるほど、まあ、明日の関大立命から上位三強の勝負が始まるんですけどね、はい、やはりディフェンスの優れた立命館関大のはこの競技格闘技ですんで、いわゆるグラウンドで当たってみなければわからないという部分がありますんで、ね、はい、でその辺を関西学院が今日の試合の後2チームに対して、そうですね、はい、どういう展開になるかいうのは興味深いですね。そうですね、はい、確かに。そして今日ここ西京極陸上競技場では、まあ、同志社大学対龍谷大学のこの試合が行われるんですが、はい、まあ、同志社大学はまだ勝ち星がなく、はい、で龍谷大学は初戦の兄弟戦に勝って、ただその後は負けが続いていまして、はい、1勝3敗という、はい、まあ、状態ではあるんですけれども、この1試合茨城さん的にはどのように見ますかね。龍谷大学さんにとったら、はい、まあ、3敗の中でも明るい材料をお持ちの、そうですね、4試合だったわけですよね。で もちろん残り3連勝というのを目論んで今日臨んでおられると、ね、思うんですけど、はい、やはり去年3勝されて、はい、それ以上の成績を求めるにあたって今日の出来というのはやっぱり非常に大事でしょうね。そうですね、はい、まあ、対する同志社大学、まあ、勝ち星を、ね、どうしても拾っていきたいところでもあるんですが、はい、まあ、これからの試合のためにも今日は大切な試合と言えそうですか。そうですね、手がかり言うんですか、うんうん、このチームは何で勝つんやという手がかりを今日掴んでおかなければ、なるほど、あと残りの2試合も非常に重要ですし、そうですね、はい、チャレンジして問題ない今日からの3連戦を追うんですから、同志社にとったら今日この試合でゲーム中に選手が自信持てるような手がかりを持つようなゲームを期待したいですね。なるほど、ありがとうございます。そうですね、やっぱりだいぶ力の差がまだあるのかなということで、まあ、その収穫ももちろんあったんですけれども、やっぱり3連覇されているチームってすごいなというふうな感じを、まあ、持ちました。はい、いい選手、まあ、その時々、しっかりと結果残している選手を使うというのがうちの方針なので、先週の立命戦に引き続きいいパフォーマンスをしてくれたので、そこは大変満足しています。そうですね、まあ、春も、対戦してますし、まあ、よく知ったチームといえばよく知ったチームなんですけれども、ぜひやっぱりチームとして2勝目を、早いうちにこう上げたいと思ってますので、全力を、尽くして、1勝をもぎ取ることができるように頑張りたいと思います。
まあ、今日の試合はシーズンの中で、まあ最初の3戦というのはやっぱり強豪ですので、それも兄弟を目標にして今シーズン入ってきたつもりだったので、いや負けたことはやっぱりすごくショックといいますか、まあ、悔しさがいっぱい残っている形ですね。オフェンスはやっぱりセカンドダウンでかなりロスしたりとかっていう、やっぱりリズムに乗れない展開が多かったので、その部分が一番ダメだと思いますね。ただ要所要所今まで、まあ、シーズン中見せてないプレーもあったんですけども、それはそれなりに出るっていうのがある程度分かったので、それは収穫として次の試合も、まあ、それをもっともっと高めていきたいなと思います。とりあえず今日のことをどんだけ彼ら自身、まあ、僕らコーチングスタッフも含めてですけども、糧にできるかという形だと思ってますので、今悔しいなと思っている部分をバネにして次の試合、ぜひとも勝ちに行きたいと思っています。さあ、フィールド中央ではまもなくコイントスが行われますが、ではフィールド上の熱気をですね、今日はフィールドリポーターの上田アナウンサーに伝えていただきたいと思います。それではフィールドからの声をお届けしていきます。よろしくお願いします。はい、フィールドサイドの上田哲也です。ただいまメインスタンド側、龍谷サイドのフィールドに、サイドにおるんですが、やはり両チームともですね、リラックスした選手たちの表情、あるいは雰囲気というのが印象的ですね。お互い自分たちのプレー、しっかりと出せるんではないでしょうか。放送席どうぞ。はい、ありがとうございました。さあ、上田アナウンサーから、地上の、ね、様子も伝えていただきましたけれども、まあ、さっきおっしゃっていた通り、はい、やっぱりこの試合は両チームにとってね、これからまあ来年再来年も考えていく上でも非常に重要な試合になってくるということですね。はい。さあ、まあ、もちろん明るい材料があるのは龍谷大学側ではあるんですけれども、まあ、今紫のユニフォームをまとっているメインスタンド側龍谷大学、そして奥に白のユニフォーム同志社大学が立っています。さあ、今日少し、ね、風が、まあ、ちょっと先ほどあって今は少し止んでいる状況ではあるんですが、そうですね、はい、まあ、コイントス、まあ、これどちらかがオフェンスを先に取るかというところなんですが、はい、どっちが先にオフェンスを取っていきたいというのってあるんですかね、心情的には。そのチームのいわゆる分析で、守備から入ってフィードポジション止めればフィードポジション取れますんで ね、 そうですね、いう考え方にするか。今日龍谷はおそらく前節は龍谷後半取られましたね、はいはい。今コイントスが終わって同社はどうでしょう。そうですね、どちらを取るかというところですが、龍谷大学は前半のこう失点が多いので、はい、しっかりと抑えていきたいところでもあると思いますね、はい。ただオフェンスから入ってもいいチームだと思うんですけどね。なるほど。まあ、今日はラン主体で組み立てられるんじゃないかと予想してるんですけど。そうですね、はい、いいランナーが3人おりますので。あ、確かに、はい。同志社大学はここまでやっぱりラン中心で試合を進めてきておりまして、はい、まあ、龍谷大学ランももちろん出てるんですがパスも通る、まあ、そういうバランスのいいチームにはなってますね。まあ、そうですね、ずっと過去投げ続けてきたチームですから、パスの財産というのは非常にたくさん持っておられますんでね、はい。なるほど、はい。あとレシーブ取りましたね。同志社大学からのオフェンスで前半をスタートするという結果になりました。さあ、今両チーム握手を交わして、各チームのチームメイトのもとに駆け寄っていきます。さあ、大きな掛け声が京都府ここ西京極陸上競技場にこだましています。これは白のユニフォームワイルドローバー同志社大学、そして紫のユニフォーム龍谷大学シーホース。さあ、今日は一体どんな一戦になっていくんでしょうか。すいません。いえいえ、はい、同志社の立ち上がりのオフェンス大事ですね。ああ、そうですね、はい。まあ、どこまでリターンするかにもよるんですけど、はい、龍谷大学はファーストダウンを取っている回数が、全チームの中でも今一番低いという状況なので、はい、ファーストダウンをこうどれだけ取っていけるかっていうのでリズムを作っていける形になっていくかなと思いますね、はい。いや、10ヤード進むのこの競技大事ですね。そうですね、特に力の均衡したチーム同士ほどそのファーストダウンの回数いうのは試合トータルに影響しますんでね。そうですね、はい、確かに。さあ、同志社大学
今年のチームのスローガンはチェンジと、意識レベルのチェンジをしっかりとしていきたいと、そうおっしゃってました。昨年のディビジョン2から昇格、ここまでは0勝4敗と勝利が何としても欲しいところ。立ち上がり、同志社大学のリターン、そしてオフェンスから、この前半始まっていきます。まあ、菅谷君が、まあ、リターン入ってますけど、はい、彼は1本、ね、兄弟戦で、そうですね、キックオフのタッチダウンを、はい、やってますんで、はい、決めておりますので、35番菅谷選手も、リターンに入ってます。さあ今笛が鳴って、まもなく龍谷大学のキックで前半幕を開けます。奥井君も大活躍ですね。そうですね、1年生で今キックしてキックオフです。右のサイド、真ん中に寄っていきますが、中央抜けていこうとしたところ、ここは止めています。24号ですね。そうですね、菅谷がリターンしたんですけれども、中央をついていこうとしたところ、ここは龍谷大学の守備に阻まれています。さあ立ち上がり、もう一番最初のこのシリーズは非常に重要ですね。はい、まあ、あのディフェンスエンドとラインバッカーがいいいうのはもう分かって、あのストーリー組んでると思いますんで、ね、そうですね、龍谷のディフェンスライン、ラインバッカーが本当にいいですからね。はい、ではここで同志社大学のスターティングメンバーを発表しております。で今回ワイドレシーバーに原田選手が入っています。さあ注目のファーストシリーズ、さあランで攻めてきました。左サイドオープンついていきます。まあ、いいゲインですね、はい、外は走れてますね、今長野ですね、はい、長野選手がこう走っていきまして、左サイドゆっくりと駆け抜けていきました。野瀬さん、はい、この、まあ、菅谷と長野という両ランニングバックなんですが、やはり、龍谷大学も非常に、まあ、警戒しているという話ですね。まあ、特に、まあ、今日もスタータークォーターバックのコカドがいるんですが、はい、まあ、パスランのバランスアタック、龍谷大学の村田ヘッドコーチ、非常に、まあ、警戒しているという話でしたね。ありがとうございます。さあその注目する、さあ中に入っていく中央、さあ菅谷がついていきます。抜けていって、これはファーストダウン取りましたか。はい、取りました。ファーストシリーズでファーストダウンうまく取っていきましたね。これ大きいですね。そうですね、はい、まあ、先ほど上田アナウンサーもおっしゃっていましたが、このね、菅谷とこう長野の組み合わせをうまく使っていきながらバランスよく攻めていきたいと、その言葉通りうまくファーストシリーズファーストダウン取っていきました。いい流れですね。ランニングバックのタイプが違うのはディフェンスだと嫌ですので、そうですね、もちろんぐらいの龍谷大学さん3人ランニングバック持っておられるんですけど、はい、まあ、あの松本を今ランニングバックのボックス内に入れて2ランニングバックにしたいのは龍谷のディフェンスには効果あると思いますね。なるほど。さあ龍谷大学のディフェンスのスターティングメンバーもご紹介させていただきました。さあパスを選択して、危ない、中央危ないですね。今のあのボールを拾われるとやっぱりこう戦局が大きく変わってしまいますからね。はい、さあパスは失敗となりましたが、ここまではいいリズムでオフェンスが続いています。はい、同志社大学16番のクォーターバックコカド、まあ、今ファーストランで本当にパスのコールいいと思うんですけどね、なんかもう少し投げ込んでほしいですね、早くコカドはね。そうですね。さあ、はい、普通のアイバックに戻しました。はい、アイバックに戻しまして、セカンダン10です。同志社大学の攻撃、中央入ってきます。抜けていきました。中央抜けていく。8番長野が真ん中をついていきましたね。これもいい、これファーストダウン取りましたね。はい、いやなんですね。そう、同志社大学いい形で本当に前半リズム続けていきます。まあ、外のランもあり中央のランもあり、いい形で本当に菅谷とそしてこの松本をうまく使い分けて、同志社大学いいリズムで攻めを行っています。2ランニングバックで2回ロングゲインしてますんでね。はい、大きいですね。大きいですね。さあフォーメーションを変えてきました。同志社大学ファーストダウンオプション、ね、オプションですね。左サイド、ややゲインをしたというところでしょうか。レシーバーがもうちょっと頑張ってほしいですね。はい、あのプレーサイドの、はい、そうですね、ブロックをこうしっかりすることでやっぱり抜けれるという形にもなりますから。はい、でも龍谷大学もいい守備を見せたんですよね。野瀬さん、はい、先ほどの、まあ、オプションプレーなんですけれども、やはりクォーターバックのコカド、まあ、彼が非常に、まあ、得意とするプレーなんですね。まあ、それで、まあ、中盤戦以降同志社大学ここのプレーが鍵になってくるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。さあ茨城さんもおっしゃってましたが、はい、このコカド選手のオプションプレーが生きてこのパスも生きてくると。はい、そうですね。さあパスを選択していますが、おっと自ら他の持ち込んで
左サイドボールを出ましたね。カバーされてましたね、はいはい。まあ、ここサックをされずにね、ちゃんと自ら持ち込んで逃げていくっていうのも大事ですからね、はい。さあ少しだけ、ゲインをして、サーダン、まあ、セブンあたりでしょうかね、シチュエーションが変わります。龍谷のディフェンスというのはまだ両セーフティーも落ち着いてますから、そうですね、そんなにラン怖がってないんですよね。うん、なるほど。もうこういう状況になるケースがまだ多いと思います。あ、もう少しオプションでコカドが走ってもいいと思うんですけど、さあコカド選手の動きに注目をしていきたいところ。さあ右サイドパスを選択しまして駆け抜けていきますが、これは龍谷の守備に阻まれています。はい、いいディフェンスをしましたね。やっぱりラインバッカーの守備範囲は本当に広いですよね。そうですね、はい、龍谷の守備は。あとはまあディフェンスエンド、今木下選手ですけれども、はい、こうやっぱり動きに反応していい動きをしてますね、はい、このプレー。そうですね、もう内からパスとかかってますから、ね、そうですね。その後のフォロー、カバーもしっかりと入っていきましたね。あと平野君がやっぱり反応早いです。そうですね、ラインバッカーの平野選手、4年生の平野選手もいい反応を見せています。さあ同志社大学パントを選択しています。パンターは4年生の米井が入っています。ですね、だけどここでパント蹴るのでも、まあファーストシリーズはまあいい形で終わったと思います。そうですね。さあ敵陣深くまでボールを押し込んで攻守交代です。ここからは龍谷大学のオフェンスファーストシリーズが始まります。本当にリズムよく同志社大学は攻めていたように見えますけれども、はい、まあ、対して龍谷大学はまあ最後きっちりね抑えるところを抑えて、逆にここからのこのオフェンスファーストシリーズ、はい、注目ですね。まあ本当にここからのファーストシリーズのランを止めれるかどうかですね。そうですね、まはい。さあ龍谷大学のスターティングメンバーもご紹介しました。クォーターバックは98番の1年生上田が入っています。落ち着いたいいクォーターバックですよ、1年ですけど。そうですね、前節でもしっかりとパスを決めてますからね。あ、いいディフェンスですね。いいディフェンスしてますね、同志社大学。左サイドを攻めていきましたが、ここは同志社大学の守備に阻まれています。同志社大学の守備陣もまもなくスターティングメンバー出てくると思います。はい、今出てきました。特に多く変わらずですね、はい。第1クォーター残り時間7分40秒です。今コーナーのチョンがいい守備しましたね。そうですね、はい、チョン選手はもうマンツーマンのスペシャリストとも言われてますからね、はい。ランディエンスに難があったんですけど、今年になって良くなってますね。あ、そうなんですね、はい。さあパスを選択していいラッシュですね、はい。同志社大学ここはクォーターバックをかっちりと止めています。ディフェンスラインの樋口ですか。はい、ディフェンスライン、そうですね、96番副キャプテンの4年生樋口選手が、はい、クォーターバックのラッシュをしっかりと止めています。同志社大学からすればこれはもういい攻守ともにいい流れを、はい、いい流れですね、はい、しっかりとできていると。さあ対して龍谷大学ファーストシリーズ、このオフェンスシチュエーションはサーダンロングになりますね。サーダンロング、クォーターバック上田がどのような選択をしてくるか。オープンついていきますか。走っていきますが止められています。無理しませんでしたね。そうですね、はい、これでもう一回いいポジションからオフェンスできるわけですからね。そうですね、同志社大学攻守ともにいいリズムでこのファーストシリーズを終えたように思えますが、龍谷大学きっちりとね、ここパントでしっかりと自身の陣地を回復していきたいところです。野瀬さん、はい、同志社大学なんですが、まあ、前節の兄弟戦で敗れたというところ、はい、非常にいい選手たち引き込んでいた部分、まあ、落胆が大きかったようですね。なるほど、はい。まあ、ただ今日の立ち上がり、まあ、攻守ともに非常にいい形できていると思いますね。ありがとうございます。さあフィールドリポーターの上田アナウンサーから伝えていただきました。パントです。大倉選手のパント、中央あたりも、ね、そうですね、はい、転がっていきまして、おっと少しこぼれてしたところをついていきましたが、これはまあ同志社がしっかりとリカバーしている形ですね。ただ同志社にとってはもったいないですね。うん、そうですね、はい、12、3ヤードもったいないですね。取るべきですね。さあ、まあ、少しただまあね、ちょっと前の方でこれからプレーができるっていうのは、はい、同志社大学としては大きいポイントではないでしょうか。さあ同志社大学のオフェンスが間もなく始まります。龍谷大学はやはり前半の失点が多いところ、立ち上がりやはりねしっかりと守備をしていきたいところではあるので、
ここの守備にも注目をしていきたいところです、まあ、きっちり両セーフティーがボックスで、はい、そんなにあの前がかりなディフェンスしてないですからね、うん、やっぱりラインバックは信頼してるんや思いますわ。なるほど、はい、さあその言葉通りしっかりとさあ中に入っていきます。外を抜けていく、おっとあわや抜けそうなところですけど、はい、これもしっかりとゲインしてますね。よく頑張りましたね、はい、これもランニングバック長野が右サイドついていきまして5ヤードほどですかね、はい、ゲインを進めています。ファントリターンのミスの分は返せましたね。そうですね、中に中央に集まっていたところなんですがうまくかわしていきましたね、はい、最初のファーストタックラーはねあの個人で振りほどきましたんで。そうですね、サクオーターバックコカドセカンドアンツーどのような選択をしてくるか、パスを選択、投げません、ターゲット見つかりませんが自ら持っていきます。左サイド乗っていてファーストターンは取りました。そのまま、はい、いい形に進めていきました。ファーストダウンを取りました同志社大学。このシリーズも取っていきましたね、はい、ランパスちょっとパスはこう見つからなかったんですけれども、まあ、オフェンスラインがしっかりと、ね、はい、キープを止めてそのまま左サイドコカドが持ち込んでいきました、まあ、左サイドのコンテインがいてなかったですからね。そうですね、しかしながら前半は今のところ同志社大学の流れといってもよさそうですか。流れですね、はい、さあ龍谷大学守備でまずはリズムを作っていきたいところです。ファーストダウン10、中央ついていきます。今日は長野に集めていきますね。ありますね、長野の中央をつくランでしたがこれは 3,4 ヤードゲインで終えています。まあ、松本を使ってツーラーニングバックにできるときいうのはやっぱりこのプレーいうのは、はい、さあ 今日は今のところ、はい、通用してますね。そうですね、今日は長野選手しっかりと出ています。さあ菅谷選手が入っていますね、まあ、体型は同じですね。そうですね、はい、さあ菅谷選手を使ってくるかはたまた違う選択をしてくるか、クオーターバックコカド、はい、プレイアクションです。はい、プレイアクションからのパスを放っていきまして、おっとインターセプトです。龍谷大学インターセプト、奥井ですか。奥井選手ですかね。そうですね、今日もう今季3本目ですかね。3本目ですからね、リーグトップの回数、ね、はい、インターセプト数はトップです。いや1年生の奥井、若干1年生ながら大活躍の、はい、今季でありますが、龍谷大学同志社大学のいい波をここで一度止めてきましたね、はい、まあ、ただセーフティーと2人かぶられてましたからね。そうですね、パスの選択肢自体は悪くはなかったんですか、はい、ただね、もう少しあの龍谷の守備を前がかりにしなければやっぱりあのコカドのパス能力ではきついでしょうね、ま、なるほど、はい、さあ龍谷大学守備でしっかりとビッグプレーが飛び出しました。このままリズムを作っていきたいところ、中央つくらん中に入っていきましたが少し前進ですね、ですね、はい、はい、フルバック35番の肥後選手ですかね。中央つくらんでしたが 3,4 ヤードのゲインになります、はい、悪くないですね、はい、まあ、これを、ね、しっかりと重ねていけばファーストダウン取れますからね、はい、今年あのキーライン あの藤井君のが今回今日の試合はスターターから外れてるんですよ ね、はい、まあ、その辺がランプレーでどの程度、はい、影響してくるか、はい、龍谷大学クォーターバックは98番1年生の上田選手です。井上君です。さあランをついてきました、抜けていくファーストダウン取りました。いいプレーを見せていきましたね。彼らしい抜け方ですね。そうですね、はい、彼はもう藤本君と全然タイプが異なるんですよ。ランニングバック井上、はい、こう藤本選手との違いっていうのはこう彼はね、はい、結構あのオフェンスラインの背中を走って空くんを待ってるんですよね。なるほどなるほど、はい、でもちろんあのバックサイドのラインバッカーもよく見てます。で藤本君はもうとにかく彼自身の持ち味のスピード重視で決めた穴を上がらせたら早いですね。なるほど、さあ上田自ら持っていきますが同志社大学の守備に阻まれています。2ヤードほどですかね、はい、ゲインをしている状況になります。ただ落ち着いてますよ、投げたらダメな時ああいう走り方、そうですね、自ら走っていくっていうクレバーな選択を、はい、これ1年生ながらできているっていうのはすごいですね、はい、まあ、ある程度高校時代にあの訓練された部分はあると思うんですけど、ね、そうですね、はい、さあここでもしっかりとターゲット、まあ、見つからなかった後自ら走り込んでいって2ヤードほどのゲインをしています。
彼は高校時代もうちょっと高評価されても A 級 B やと思ってたんですけど、ね、ああなるほど、はい、あまり騒がれなかったですけど、セカンドダウン A と左サイド抜けていきまして、ファーストダウン取りましたか。これ岩崎君なんですよね。24番岩崎選手、24番、はい、岩崎ですね。3人いてるんですよ、はい、井上、岩崎、そして藤本と、はい、さあこの3枚看板で龍谷大学ランで進めていきまして、ファーストダウンを取っていきます。本当にランニングバックは人材豊富ですよ。また1年生にもいいのいてますからね。あ、そうなんですね、はい、龍谷大学も攻守ともに少しずつリズムを取り戻してきましたね。まあ、ここどうしたら守備の踏ん張りどころですね。そうですね、はい、ファースト&テン、少しフォーメーションを変えてきました龍谷大学。中に入れてきましたが、あ、これはいいです、いい判断ですね、はい、龍谷大学中央に集まっていきまして、しっかりと止めていきました。フルバック肥後選手ですかね、ボールを集めたんですが、はい、これはもうディフェンスライン、そしてラインバックともにいい反応でしたね。はい、石山ですかね、今最初 手だけかけたのは。ディフェンスラインの石山選手ですね、3年生のこの中から。そうですね、まあ、一辺スローダウンしたらフルバックのラインはラインバックが絶対届きますんで、ね、そうですね、最初のこうファーストコンタクトっていうのはすごく重要ですから ね、はい、大事ですね。さあ第1クォーター残り38秒です。セカンドナイン龍谷大学の攻撃、パスを選択してます。大きいパス、これは届きませんでしたが、まあ、もし抜けていればビッグゲインになりましたね、はい、タイトエンドで良かったですね。あそこレシーバー使われたらおそらく、はい、可能性ありましたね、はい、タイトエンド5番の内藤選手のパスは通りませんでした。野瀬さん、はい、まあ、ターゲットになりました、先ほどタイトエンド内藤ですけれども、はい、まあ、ロングターゲットになるというのが龍谷大学今シーズン多いみたいですね。なるほど、今後も、こういったシーン見られるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。さあランでは、ね、3枚看板があって、はい、まあ、パスも、ね、やっぱ豊富というふうにおっしゃってましたけれども、はい、内田君、加納君、そうですね、いいレシーバー2人出ますんでね。そう考えるとやはり攻守ともにバランスがいいです。ゴッと、ここでもビッグプレー取りました、54番、ま、松岡ですね、松岡選手、ラインバッカー松岡選手3年生、ここでもインターセプト。いや今日は何が起こるかわからないですね。分かりませんね、はい、さあ第1クォーター両チームともにインターセプトが飛び出しまして、ビッグプレーが出ております。同志社大学このタイミングで攻守交代になりました。一度弾いてその後こう掴みに行くっていう、はい、執念も出てましたね。出てましたね。さあ第1クォーター間もなく終了です。そう、今日の同志社大学は今までと少し違った形になりそうですかね。そうですね、オーディエンスがリズムが良くなりだしてきてるのに、うん、ディエンスが応えてるように見えますね。そうですね、はい、クォーターバックコカド選手パスを選択して、これ投げれませんかね、捕まってしまいました、はい、龍谷大学もディフェンスライン守備が勝っています。ちょっとね、こうパスプロテクションも持ちはしてるんですけれども、こうターゲットうまくこう探すことができてなかったですね、はい、そうですね、これもやっぱり龍谷陣の、まあ、まあ、ディフェンスバック陣がいいと、はい、あとはコカドがちょっと、はい、考えすぎてるの違うかなと思うんですけどね。今長野に投げればいいと思ったんですけど、あ、そうですよね、はい、もうランプレーのつもりになりますんでね。さあ第1クォーターが終了しました。さあ第1クォーター振り返って、同志社大学やや有利かなとも思ったんですけれども、はい、龍谷大学もしっかりとね、まあ、パス、はい、ランともに出してますし、第2クォーターどのようにこう動いていくかというところはまあ注目なんですが、はい、茨城さん的にこう第1クォーター振り返っていかがですかね。思ったより同社のオフェンスが良かってフィードポジション確保したと、そうですね、いうところですんで、やっぱり第2クォーターある程度糸口龍谷は龍谷で見つけられておられると思いますんでね、でそれでいやリスクを回避するためにもやはり敵陣で始めさす努力を同社がやり続けると、そうですね、はい、いうところですね、はいはい、まあ、あとはまあ両チームともにしっかりとこう、まあ、ビッグプレーも出てますからね、はい、インターセプトという。さあ第2クォーター一体どのような展開になっていくんでしょうか。さあ先にフィールドに戻ってきたのは紫のユニフォーム龍谷大学です。第1クォーター終えて0対0同志社大学対龍谷大学のこの試合、まだ得点は入っておりません。0対0のまま第2クォーターをこのまま迎えていきます。
まあ、あの本当に力的にはまだ互角ですね。そうですね。入り方は今年一番いい内容だと同社は見えますね。はい、両チームともこうパスは試みてはいるんですけれども、まだこう大きなゲインにはつながってないです、ね。はい、つながってないので、このパスの動きっていうのも注目をしていきたいところだと思います。セカンダウン超ロングですね。そうですね、はい、第2クォーターセカンダウンロングから同志社大学の攻撃で第2クォーター幕を開けます。同志社大学的にはもうあの第1クォーターと同じような攻め方を、はい、まあ、しっかりとしていくことが大切というところですかね。ただ2バックにした時にはもうストロングセーフティー上げてきましたから、ね、今あ、まあ、ごまかしかもしれないですけど、そうですね、はい、まあ、戻りましたねボックス。そうですね、多分ラン止めるためにはそれ同じプレーですね。左サイドかわしていってファーソン、はい、いいところまで戻しましたね。戻しましたね、はい、同志社大学今のは20番ですね。20番20番は山形、あ、山形選手、はい、2年生ですね。うん、山形選手が左サイドいいリアクションしていきましたね、はい、さっきのこうロスがなければファーストダウンではあったんですが、はい、まあ、しかしながらサードダウンでファーストダウンあと少しまで締めていけたのは大きな収穫にはなると思います、はい、あと 4,5 ヤードぐらいですかね、はい、ファーストダウンまで、まあ、これはもう4つ目も考えたコールでしょう。オプション右サイド、いい反応していくのは龍谷大学、いい守備を見せていきます。今のがまだここはどのオプションがまだ確立できてないような景色でしたね。そうですね、はい、あれはもうちょっとアタックしてプラマイゼロもありだと思うんですけど、はい、38番ディフェンスバックの引きの選手がいいタックルを見せていきました、はい、野瀬さん、はい、あの龍谷大学あの強豪との3試合経験しまして、自分たちに足りないのはまずしつこさという話でしたね。なるほど、まあ、こういったあのタックルしぶとく、まあ、パントに追いやるということが、まあ、今日はできていると思いますね。あ、なるほど、ありがとうございました。さあ、まあ、今のねアフィールドリポートにもありましたけれども、はい、龍谷大学このしつこくこう守備をしていくっていうところが、まあ、今日どれだけ見られるかっていうのも重要ですね。さあオーバーでボールラインを割っていきます。ピッチマンに流れる人数は本当に今のはもう完全にオプション負けの景色です。そうでしたね、はい、まあ、それでいうとやっぱりこうしつこく集まっていくという、まあ、そのやっぱり龍谷大学ディフェンス陣のまあ思いがまあしっかりと出てくるというところと、はい、 逆に止めなければホーストダウンチャレンジされる、そうですね、シチュエーションです。確かに、で逆だコカドはそれを分かってのはダメなんです、ね、ああ、なるほど、はい、まあ、そういったこう心理戦もねしっかりとこう行っていきながら、はい、今のは大事なあの局面だったんですよ。確かにもう あと少しまで進めればね、そのホーストダウンチャレンジができましたからね、はい、敵陣30フィードゴール少ししんどい、うん、だからパンと蹴るかホーストダウンに勝負するかのチャレンジができましたからね、同志社は。さあ第2クォーター早くも大きな分岐点にもなってきました。さあクォーターバック上田が持っていきますがパスは不成功です。第2クォーターもうすぐ2分を経過するところです。得点は依然として0対0のまま、同点のままゲームは進んでいます。龍谷大学のオフェンスこれから始まっていきます。さあセカンダー変わらずですかね、はい、左サイドついていきましてサイドライン割っていきました。藤本ですね。そうですね、藤本選手、2年生の藤本選手がボールを持っていきましたが、これは4ヤードほどですかね、はい、ゲインをしています。ここを徐々に進めていくというのは非常に重要ですよね。重要ですね、はい、さあ龍谷大学側は自陣のこう回復を、ね、こうしていきたいところではありますが、はい、チェーンは進めたいでしょうからね。ここからパントは どのチームも蹴りたくないです。そうですね、はい、さあサーダン6パスを選択して、はい、パス失敗。今日ちょっと浮き気味ですね。そうでしたね、はい、いいところに投げてはいたんで、はい、まあ、あの同志社大学のディフェンスもいい反応してましたね、はい、さあ同志社大学のディフェンスバックもいい反応を見せていました。さあしかしながら龍谷大学サーダンの攻撃失敗でフォースダウンパントのフォーメーションを組んでいます。おっしゃってた通り、はい、ここからのパントはちょっとやっぱり次の、ね、そうですね、どのチームもね、はい、ディフェンスにちょっと嫌な気持ちをこう持っていってしまうんですが、もうどこまでこう回復ができるかというところも重要になってきます。パンターをエンドゾーンから蹴らすというのは非常にディフェンスにとったら、はい、しかしさらに、はい、いいプレーが出ましたがイエローフラッグが飛んでいます。
右サイド走り抜けていきまして、タッチダウンのエンドゾーンに駆け抜けていきましたが、ここで一度イエローが出てますね。今のはどの反則ですかね。アンパイア投げましたね。そうですよね、はい。まあ、しかしパントカット、はい、ただやめるのは良くないですね、はい。さあ審判陣が集まって今話をしています。まあ、スナップがね、ちょっとねワンバンしてしまいましたが、はい、その状態で、パントを蹴り込んで、カットされてしまいました。でそのまま同志社大学、ボールを持ち込んでエンドゾーンに駆け抜けていきましたが、反則が発生している模様です。ホールディングディフェンス51番、同志社大学がのコースダウンをもう一度やります。フォースターン、パントの位置をでは少し前にした状態で、もう一度フォースターンという形ですね。ファーストダウンでしょう。ファーストダウンですか、はい、このままファーストダウンと、はい、そうですね、おっしゃってますね、はい。さあ今リプレイが出てますが、訂正をします。プレーの結果はファーストダウンです。ファーストダウンですね、はい、そうですね。ファーストダウン、まあ、反則あったんだからしゃあないですけど、そうですね、もったいないですね。そうですね、はい。まあ、とはいえ同志社大学にとっては、まあ、有利な、はい、まあ、ここからも本当に一からまた、そうですよね、まあ、同じように止めればいいわけですからね。さあ龍谷大学のオフェンスがここからスタートしていきます。まあ、確かにもったいないですね。さあ中に入れていきます。中央ついていく井上君ですね。井上選手が入っていきました。同志社大学はやっぱりこの今の、まあ、ここでね心をこう揺さぶられてはいけないですよね、はい、そうですね、本当にそれが一番大事だと思いますね。しっかりとこう切り替えて、先ほどいいディフェンスはしているので、ここでしっかりと止めていくことが大切だと思います。ノーバックになりました。対する龍谷大学、パス通っていきます。パス成功、ファーストダウンも更新です。龍谷大学側に若干こう流れが来つつありますかね。そうですね、あのやっぱりリラックスできたと思いますよ。あそこであの攻守交代ならずに応援できてるわけですから、ね。あと今のパスみたいな龍谷が一番得意な、はい、早いタイミング。さあ右サイドラン抜けていく、ファーストダウンをギリギリ取っているか取っていないか。井上君、井上君です。そうですね、続けてきますね。はい、あの先ほどの反則ですね、同志社大学かなり今試合を左右するような大きなプレーになったと思いますね。あの同志社大学の小林ヘッドコーチも、はい、まず選手点が大事だとこの試合前話していましたね。そうですね、今さっきのプレー、まあ、しっかりと、ね、こう止めていれば、はい、やっぱりいい位置からまた、ね、始められたことを考えると少しやっぱり流れが変わってしまったと。ハーフライン越えて応援始まったわけですから、で結果的にも今龍谷応援がハーフライン越えてます。そうですね、まあ、ただ絶対にここで踏ん張るべきでしょうね、あまり気落ちせずに、はい、ここでしっかりと、まあ、同志社大学は止めることができるか、はい、対して、ね、龍谷大学は実は第2クォーターでの得点が今季一番多いということで、はいはいはい、この第2クォーターでこのままやっぱりオフェンスが乗ってくると龍谷大学がこのまま流れになってくる可能性もありますね、はい。今季ここまで第2クォーターで25点を挙げているのは龍谷大学です。韓学生もそうでしたね。そうですね、はい、加納君のあのパスタッチダウン、はい、KG の初失点は2クォーターでした。そうでしたね、いいディフェンスしてますね。いいディフェンスしてますね、はい、ここはしっかりと止めています。さあ先制点が欲しいのは両チームともにだとは思うんですが、さあまずは龍谷大学第2クォーターで先制点を奪うことができるかどうか。チームタイムアウト、龍谷大学、ここで龍谷大学が前半1度目のチームタイムアウトを取っています。この時間でのタイムアウトの意味って何かあるんですかね、茨城さん。なんですかね、フォースダウンを行くんですかね、ハードルしてますからね。そうですよね、はい、ここでちょっとこうチャレンジをしていくっていうのはある可能性はありますね。まあ、ランニングバック3枚看板ありますので、はい、まあ、あの少しの距離を考えると可能性はありますね。クォーターバック上田がフィード上出てますけどね、大倉君入ってないですからね。プレーですね、プレーですね。さあ
パンターの大倉ではなくクォーターバックの上田が入っているということでおそらくプレーを選択していくでしょう。さあフォースタンチャレンジが龍谷大学始まります、はいはい、タイトフォーメーションですね。タイトのバンチフォーメーション、もうこれはもう本当にあのランにすごく強いフォーメーションですから、ね、そうですね、はい、さあフォースタン2チャレンジをしていきます龍谷大学。前半大きな山場になりそうです。クォーターバック自ら持っていきましたが飛びましたね。止めました、はい、ここは同志社大学に軍配、龍谷大学フォースタンチャレンジを行いましたが同志社大学しっかりと止めています。ここで攻守交代です。さあクォーターバック上田選手自ら最後持ち込んでいきましたがあと数ヤードファーストには至りませんでした、はい。前半大きな局面と言っても良かったんじゃないでしょうか、はい、これディフェンスラインですかね、まあ、石山も言ってますし松岡も言ってますから同志社大学ファーストナン、はここからオフェンスが始めるのは本当大きいです。大きいですね、はい、抜けていきます。オフェンスラインが作ったギャップをしっかりと抜けていきました。同志社大学8番の4年生長野選手中央をついていってそのまま右サイドを走っていこうというところ最後は龍谷大学の守備陣に止められています。今のもいいゲインですね、はい、はい、約5ヤードほど前進をしています。同志社大学はこうフォースタウンチャレンジを止めたということでこの勢いのまま取っていきたいところですね。このシリーズはね本当に大事ですね、はい、ランニングバック菅谷ですね、はい、菅谷が入っていますセカンダー5。その菅谷にボールを渡して右サイド、はい、ファーストダウン取りました。そして菅谷はそのまま右サイド中央も駆け抜けていきました、はい、ロングゲインです。さあ先節キックオフリターンタッチダウンを決めているこの菅谷選手がもう右サイドを駆け抜けてそのまま中央もついていきましたね。スピードありますからね。そうですね、はい、オフェンスラインもしっかりと止めていきましてうまく穴を見つけて前進をしています。同志社大学先制点のチャンスが広がってきました。第2クォーターももう間もなく半分を過ぎるところです。白の同志社大学ファーストダウン10、はい、中に入っていきまして長野選手惜しいですね、惜しいですね、はい、外に抜けたのはいいですね、はい、外に抜けたところは良、はい、かったんですがここはランニングバック3年生の正岡選手いい守備を見せています、はい。ラインバッカーかろうじて届きましたね。そうですね、はい、あそこが抜けてしまうとビッグゲインになってましたね、はい、あわやタッチダウンというところにもあったかもしれません。行きそうに見えたんですけどね、うん、そうですね、はい、空いてますからね、はい、左サイド自身は。さあセカンダウン8同志社大学いい位置までボールを進めています。ゴールまであと20ヤード弱というところでしょうか。パス、QB 自ら持っていって左を駆け抜けていく。まだ倒れない。エンドゾーン付近まで運びました。コカドですね、はい、コカドいいラン見せましたね。今のはもう QB が走るプレーですか、はい、そうです。さあクォーターバックコカド選手自ら持ち込んでゴール前あと何ヤードですかね。5ヤードちょっと。そうですね、はい、まあ、切ったぐらいですね。4、5ヤードぐらいのところまで進めていきました。同志社大学先制点のチャンスです。さあこのプレー注目ですね。第2クォーターファーストゴール中に入っていきます。長野が持ちますがここは龍谷大学の守備陣に阻まれています。龍谷大学も簡単に点はやらないぞと、はい、そういった気持ちが見えますね。紫のユニフォーム龍谷大学そして白のユニフォームは同志社大学です。増田さん、はい、やはり龍谷大学ディフェンスバックとラインバッカーですねこの辺りスピード非常にありますのでそうですね、レッドゾーンでのディフェンスは特に鋭くなると思いますね、うん。さあ先ほど集まりをしっかりとしていきたいと、はい、まあ、しつこくやっていきたいとそうおっしゃってました。さあその言葉通り、はい、オプションです。右サイド、はい、集まりがいいです龍谷大学止めています。あのピッチしてゲインできる景色にはなってないですね。そうですね、はい、今日ねオプション何度かこう試みてはいるんですけれども、まあ、龍谷大学の速い、まあ、ラインバッカーディフェンスバック陣の集まりの速さに、はい、ここは
ロスをしてしまったという状況です。クォーターバックが一辺ロスに対してアタックするアクションなければ、一方方向でディフェンス走ってれば、そうですね、ランナーに出会いますんでね。ちょっとこれに関しては龍谷大学いい守備を見せているというところと、はい、同志社大学オプションの組み立てについてはしっかりと考えていかなきゃいけないところですね、はい、やっぱりあのコカド自身のスキルの問題だと思いますね。なるほど、これはもうタッチダウン狙うでしょう。さあサードというゴール、はい、入れていきますが集まって止めています。フィードゴール狙いでよかったですね、はい、35番そうですね、いやあと少しというところではあったんですけれども、はい、同志社大学サーダンの攻撃ファーストダウンを取るには至っていません。あ、ゴールですね、タッチダウンには至っていません、はい、先制点取りたいところではあったんですよね。そうですね、先制タッチダウンがね、本当にそうなんですよ、はい、同志社にとっては、うん、はい、さあキッカーは11番の熊谷が入っています。風はそこまでないのでそんな影響はなさそうですが、はい、これは入るでしょう。蹴っていきました。おっと外しましたね。同志社大学先制点かと思われたんですが、フィールドゴールを外して得点には結びついていません。第2クォーター9分8分30秒経過して0対0のままゲームは進んでいます。今のを決めれないのは少し影響出ますか。出ますね、はい、あの先制点の必要なチームですから。そうですよね、はい、あの本当にフィードゴールやったら9大点ないんですよね。本当です よ、 今のシーンでタッチダウンです。タッチダウンを取りたいところでしたが、同社側にとってみれば、ね、そうですよね、タッチダウン取れず、そしてフィールドゴールも奪えずというところでは、そうなると逆にこう龍谷大学側にこう、ね、流れの波を乗せてしまう可能性ありますからね、はい、さあファースト点龍谷大学の攻撃です。中に入れてきます。左サイド同志社大学しっかりと集まって止めています。集まってますね、はい、野田さん、クォーターバック変わりましたね。クォーターバック変わりましたね、竹内君ですね、はい、龍谷大学クォーターバックがここで変わっています。さあ上田選手から変わって入りました。龍谷大学はそれでいうとね、クォーターバック2枚看板というところもありますからね、はい、このバトンタッチは本当に楽ですよね。そうですよね、あのオフェンスに上乗せできますんで、はい、竹内君でクォーターバック6番の竹内が入っています、はい、ランを選択、左サイド駆け抜けていきます。まあ、藤本君はこの程度でオープン止めてたら、はい、うん、そうですね、藤本選手が走っていきましたが、まあ、4、5ヤードほどのゲームになりますかね、はい、龍谷大学としては、まあ、しっかりとこう守備でリズムを作ったので、オフェンスでもこうリズムを作っていきながら次の後半に備えていきたいというところだと思います。そうですね、はい、まあ、あとは竹内君でパスでどんだけ崩せるかなというのはどっかで見る思います。はい、さあクォーターバック上田選手から竹内選手に変わっています。サーダン5、さあランが続いています。左サイド、あ、よく止めました。井上君ですね。井上君よく止めてきましたね。井上選手がしっかりと止めて、龍谷大学ファースターには至っていません。左サイドに固執してるのはやっぱり藤井君が出てないのもあると思うんですけどね。そうですね、はい、オープン空いてるんですけれども、はい、まあ、狭い方狭い方に、はい、先ほど曲がり君サイドばっかりですからね。ランをしています龍谷大学。同志社大学が冷静に止めています。さあ竹内選手はですね、まあ、3試合で147ヤードと、まあ、2タッチダウンも決めておりますので、まあ、安定したクォーターバックではとは言えそうです、まあ、持田君、加納君とはもう、ね、うん、タイミングが合ってますんで ね、 そうですね、彼はハント敵陣に蹴り込んでいきます。ここでしっかりと自陣を回復して、まあ、相手そうですね、敵陣30ヤード、はい、いいパントです、はい、付近までボールを戻していきました龍谷大学です。今のもスナップはそんなに良くなかったんですかね。そうですね、あの大倉君は人を あんまり怖がらんと蹴れるんですよ。なるほど、いいパンターです。彼はラグビー経験者ですかね。そうなんですね、まあ、そういった恐怖心がないっていうのもやっぱり、まあ、蹴る側にとっては重要ですもんね。あのパンターは特にそうですね。なるほど、一人ぐらいやったらかわして蹴れるいうぐらいのスキルは必要ですね。そうですね、スナップ良かったらそんな問題ないですけど、ね、確かに。さあ白のユニフォーム同志社大学オフェンス陣が今フィールドに入ってきました。
まあ、1分30秒ですから時間はもう十分あります。そうですね、はい、さあ後半に向けておそらく、まあ、最後のシリーズになる可能性もありますが、はい、しっかりと見ていけ中央を抜けていく長野選手ですかね、まあ、5ヤードから6ヤードゲインはずっと取れてますからね、はい、そうですね、今日はこの長野選手の中央のラン多いですね、はい、中央ついていく長野選手のランプレーで5ヤードほどゲインをしています。同志社大学の攻撃セカンダーファイブになりそうです。まあ、3-4 ですからあのノーズとタックルの間に空いてる穴1個ありますんでね。そうですね、はい、まあ、方面ですね、方面で変えてきましたね、はい、イエローが飛んでいます。さあ反則が発生した模様です。デッドボールフォワード、フォルススタート、フォルススタートの反則ですね。同志社大学6番5ヤードのペナルティでセカンドダウン。先ほど進めた5ヤードがこれで帳消しに、ね、帳消しになりましたね、本当になってしまいました。やっぱり反則っていうのがね、もうこのアメリカフットボールではもうすごく重要になってきますね。重要になりますね、はいはい、反則とターンオーバーですね、やっぱり特に今日みたいなこの試合ほどね。そうですね、はい、流れが変わっていきます。さあ岡田選手クォーターバック持ってボール投げていきます。ターゲット見つけてパス成功ですか、はい、決まってますね、いいキャッチですね、いいところに投げていきました、はい、さあ21番、はい、草深ですか、はい、同志社大学、はい、そうですね、21番の草深選手に、ボールが渡ってきましたがパスは不成功ですかね。キャッチはしてるんですがアウトオブバーンズですかね、ラインを割ってしまってますかね、はい、最後着地の際にあもう審判すぐに出してますもんね。そうですね、はい、ボールを割ってしまったという、まあキャッチはしているんですけれどもパスは不成功となりました。同志社大学の攻撃サーダンテンです。クイビドローです。クイビドロー先ほども見せました。自ら持っていきますがこれを龍谷大学押し戻して、おっとファンブルをリカバーしましたね。危ないですね。ちょっと今のプレーはどうなんですかね。押し戻されていって最後ファンブルをフェッシュルになったんですかね。デッドがあそこですからね。そうですよね、はい、さあ第2クォーター残り36秒チームのタイムアウト前半を終えます。龍谷大学2回目です。前半2つ目のタイムアウトを龍谷大学がこのタイミングで取ってきました。さあ前半残り36秒なんですけれども、はい、ここまでまあ0対0とまあ本当にいい試合をね、はい、両チームともしていると思うんですが、この残すこの時間でどうしよう、攻守ともにやっぱりこう次につなげていくためには何が必要ですかね。おそらくタイムアウト取ったいことは、はい、龍谷さんはここでワンチャンスフィールドゴールぐらいはあわよくばと考えておられますので、うん、そうなればやっぱり竹内君が投げると思うんですよ。なるほどなるほど、はい、そのいわゆる精度がどうかいうのが後半に影響するでしょうね。あそうですね、はい、ランはよく頑張ってます今、はい、龍谷のランオフェンスに対して同志社が、うん、さあ前半本当にこうお互いいいし攻守ともにいい部分を見せてきまして、はい、ただ両チームとも得点には結びついていないという状況、はい、ただフィールはよく動いてますから ね、 両チームとも。同志社大学のパントパントリターン、さあフィールド中央左サイドの方に転がっていきました。これはいいパントですかね。はい、いいパントですね。最終的にしっかりと自陣を回復していきました、はい、同志社大学ここで攻守交代です。龍谷大学のオフェンスでおそらく第2クォーター最後のシリーズになるでしょう。22秒でタイムアウト1回ですから。そうですね、はい、これはもう一発狙ってくる可能性はありますね、はい、まあ、クォーターバックが、まあ、上田選手で来るか、まあ、竹内選手のままで来るか、はい、まあ、ここも注目していきたいところですね。竹内君入ってますね。あ、そうですね、竹内選手が入ってますね。ということはやっぱりこう同志社大学側もパスを警戒する可能性はありますね、はい、まあ、もちろんこの時間ですから。うん、はい、そうですね、はい、ディフェンスバックはもう全員シチュエーション分かってると思います、はい、おそらく3面ですね、はい、そうですね、3面の 5DB になってますね今。そうですね、パスを警戒したディフェンスのフォーメーションになっています同志社大学。さあ対する龍谷大学はクォーターバック竹内選手が入っています。おっとリアクションかな、なかなか嫌、ね、なコールですね。よく飛びましたね、はい、ランを選択してきました。血をつくランでしたけれども、あ、もう終わりますねこれで。さあ時間を消費しておそらく前半が終了するかというところです。
もう無理しないです。そうですね。さあ第2クォーターをここで終えまして、前半終了です。終了です。さあ前半龍谷大学対同志社大学0対0のまま、このまま後半に、迎えていきます。10月25日土曜日、西京極陸上競技場にて、お送りしております関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1龍谷大学対同志社大学の試合を RTB でお届けしていきます。さあここまで、まあ、第2クォーターまで、まあ、両チーム得点には結びつきませんでしたが同志社大学があと少しというところでしたね。そうですね、はい、ここあそこで点を取れているとやっぱり後半の勢いも含めて変わってきたところはあるかもしれませんね。変わってきてますけどね、まだ変わってないですからね。そうですね、はい、実質借り取れてないわけですから、はいはい、後半に向けてこう大切なポイントって何かございますか。あの龍谷さんの場合はやっぱりあのイーテールバック3人がもう少し走れると見ておられたと思うんですよね。そうですよね。その辺が藤井君が出てない原因もあるかもわかりませんけど、はい、あのサイドも偏ってましたし、あのどうしてかなと私が見ててそう思いますね。だからね、まあ、あとあのカウンタープレー得意のカウンタープレー挟まれるか、はいはい、いうところと あと竹内君 の、 あのもう出来上がってるターゲットに対してのパッシングオフェンスがもう少し、はい、あの今から準備されると思いますし、そうですね、はい、まあ、どう生きていくか、はい、まあ、そうするとおそらくやはり、まあ、前半を見て両チームともに、まあ、合わせた、まあ、戦略を考えて、はい、第3クォーター第4クォーターオフェンス、まあ、攻守ともに出してくると思うんですけれども、はい、さあ、まあ、どのようなこう試合展開になるかすごい楽しみです ね、 そうですね。あとは同志社があの オプション、いやリードオプションですね、スピードオプション、はい、あのコカドのあれをあのどう考えているかと。そうですね、どう見せていくか、はい、あれがどっちかというとシリーズを切るプレーになってましたんでね。確かにそうですね、はい、逆に言ったらあの菅谷長野のランは中も外もそうですね、はい、今日はコンスタントにゲインしてますんで、はい、出てますから、はい、まあ、オプションをうまく機能させて、まあ、そこから逆にね小川選手のパスも、はいはい、取っていく、そうした、まあ、新しい攻撃のリズムができれば、まあ、逆に次の今日の試合もそうなんですけれども、はい、まあ、第6節第7節にも、ね、はあ、行かせてくるとは思うので、後半の両チームの、まあ、立ち上がりも含めてですが展開も楽しみです、はい、それでは皆さん後半開始まで今しばらくお待ちください。全国のカレッジフットボールリーグファンの皆さんこんにちは。2014年関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第5節、ここ京都府の西京極陸上競技場にて同志社大学対龍谷大学の試合を RTB でお届けしています。さあそれではここまでを、振り返っていきたいと思います。前半、両チームとも無得点で0対0のまま後半を迎えていきます。さあ前半のスタッツ、ここまでの振り返りなんですけれども、村木さんどうですか、あの前半を改めて振り返ってみて。そうですね、あの龍谷大学は思ったほどランが出せてない、うんうん、で逆に言ったら同志社が今まで以上にはランがコンスタントにゲインしてる、ね、あのこの辺があのハーフタイムの課題だと思いますね、はい、だから龍谷はやっぱりオーエンスライン、あの石山とか松岡とか同志社の D ラインラインバッカーに結構顔出されてますんで、そうですね、はい、その辺をどう対処するんかいうのと、あと最後に出てきた竹内くんのパスを後半どれだけ有効活用するか。そうですね、さあ前半はまあこの数字だけで見ると同志社大学やや有利という形にはなるんですけれども、はい、まあおそらく両チームとも修正をして、はい、まあ、後半臨んでくると思いますので、はい、後半まずどちらが先制点を奪うか、はいはい、ここにしっかりと注目をしていきたいと思います。さあ、今回もですね、後半も、解説には関西アメリカンフットボール、コーチズアソシエーション会長の、茨城様を、お招きして話していきます、そして実況は私の清介、中継リポーターは、上田アナウンサーにお願いしています。それでは上田アナウンサーからも、ここまでの振り返りを聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず龍谷大学なんですけれども、吉田監督、まあ、まず気持ちの面でダラダラしているという強い動きで話しておりました。まあ、流れに飲まれているというのが、非常に不安材料という話ですね。特に同志社大学のファーストシリーズがよくドライブできていたこと、これが非常に選手たちにとって悪影響になっているのではないかという話でしたね。まあ、もちろんハーフタイムで気持ち締め直したというところで、
まあ、後半オフェンスから始まりますので、反撃していきたいという話でしたね。対する同志社大学ですが、小林ヘッドコーチ、まあ、シンプルなプレーがうまく機能していると、ボールのポジションも非常に良いので、兄弟戦ではできなかったボール支配、これができている、非常に評価できているという話でしたね。あとはまあ後半先取点を取っていきたいというところが試合前通りその話です。はい、ありがとうございました。さあ、まもなく後半戦がキックオフになります。同志社大学のキックで今第3クォーターがスタートしました。レシーブをするのは龍谷大学、右サイドを駆け抜けていきます。同志社大学うまく抑えました。14番ですか。そうですね、野間君ですね、はい、野間が走っていきましたが、少しの、ゲインを、して龍谷大学のオフェンスから、はいはい、第3クォーター、そう、後半が始まっていきます。両チームともこの入りは大事ですね。そうですね、はい、同志社ディフェンス、龍谷オフェンスと、はい、さあ、中継リポートでもありましたが、まあ、監督がね、こう気を引き締めていきましょうという話もありましたが、龍谷大学その言葉通りしっかりと切り替えることができるか、はい、さあ ダブルタイトエンドのワンランニングバック体系シュートしました。そうですね、はい、スリーランニングバックに変わりました。クォーターバックは竹内選手が入ってますね。はい、竹内選手です。これも得意な体系です、はい、中央ついていきます。集まっていきますが、これは同志社大学の守備に阻まれていますね。はい、ゴブゴブですね。そうですね、はい、今の藤本選手ですかね、走っていくのは、はい、さ、テールバックの藤本選手が走っていきましたが、これは中央つくラン 2,3 ヤードほどの前進で止められています。今のはもう中上がるの決めてましたね。そうですね、ね、カットバック全然考えてませんでしたから、そのままもう直接という形でしたね、はい、第3クォーター始まりました。龍谷大学のオフェンス、セカンダンセブンです。さあ、入っていきます。あと少しで、はい、ファーストダウンというところですかね、はい、ランニングバック36番の井上選手が、ね、はい、左サイドを走っていきました。一辺ロスより後ろで肩振り入れてるんですよね。あれで一旦ランニングバックがラインバッカーがスローダウンされる。なるほど。でその後外にめくってくるから、はい、少しだけ余分にゲイン稼げるんです。あ、こう技術もしっかりとこう兼ね備えた選手です。ランニングバック36番井上が大きくゲインをして、はい、サーダンショート、サーダンワンですね。徳大学進めていきますね。キュービスニークですね。キュービスニークで進めていきました。クォーターバック自らボールを持ち込んでファーストダウンを更新しているんでしょうか。さあ、際どいところですが、ファーストダウン更新ですね。ファーストダウン更新しています。龍谷大学後半最初のシリーズ、見事ファーストダウンを取っています。セカンドダウンの井上君のランが効いてます ね、 そうですね、やっぱり、はい、先ほどおっしゃってたようにテクニックも、はい、まあ、兼ね備えた選手ということもありますので、彼は本当クレバーだと思いますね。さあ、はい、またスリーランニングバック、スリーランニングバック、そうですね、多彩なランニングバックを要する龍谷大学、パスを選択して、おっと、インターセプト、同志社大学7番福澤選手がインターセプトをして攻守交代です。これは大きなプレーが飛び出しましたね。さあ、スリーバックからランのプレーかと思われたんですが、パスを選択、さあ、狙いは良かったですかね。そうですね、冷静に福澤選手が、特にファーストダウンでね、コールされたんで、大きいですね。今祝福されてベンチで迎えられています。彼はもともとセーフティーなんですよね、がラインバッカーに上がってるんです。そうですね、今はいいところにしっかりといて止めていきましたね。さあ、リプレイです。ショートのパスですが、いや、よく見てますね。見てましたね。さあ、42番へのパスターゲットだったんですが、これしっかりと福澤選手パスインターセプト、同志社大学今日2本目です。さあ、いいシチュエーションからのオフェンスに変わります。ファースト点塩、まだ倒れません。長野選手ですかね、はい、はい、長野選手、まあ、4ヤードから5ヤードは取れてます ね、 そうですね、はい、こう当たってからこう倒れずにこう進んでいくっていうのは、まあ、彼自身のいわゆる体重と持っている体幹の強さですね、はい、潜在能力はすごいですから。なるほど、足も速いです。さあ、4、5ヤードほど前進をしています同志社大学。ゴール前20ヤード弱となりました。同志社大学からすれば大きなチャンスが回ってきたという、
第3クォーター最初になります。さあ35番菅谷選手にボールを入れて右サイドを走っていきますが止められています。そして同時にイエローフラッグが飛んでいます。反則が発生した模様です。菅谷選手にボールを渡していったんですけれども、はい、どちらの反則なんでしょうか。ホールディングですね。オフェンスですね。オフェンスですね。だから少しもったいないですね。もったいないですね、はい、今日このちょっと要所のタイミングで同志社大学ちょっと反則を犯してしまっているところがあるので、ね、前半 の, あのパントリターンの、そうですね、パントリターンの際と、そしてインターセプト後ここ、はい、先制点のチャンスをこ う, うまくこう結びつけていけるこのタイミングでの反則っていうのはちょっと痛いですね、はい、痛いですね。さあしっかりと気持ちを切り替えていきたい同志社大学。そして龍谷大学からすれば、まあ、少し守りやすくはなったかなというところですね、はい、まあ、ただ気は許せないゾーンなんですけどね。さあセカンダンロングです、はい、ずっと2バックできますね同社は。セカンダンロング、はい、同じプレーです、はい、入れていきます、はい、いいゲインですね。ただロスが大きいですから、はい、長野選手にボールを渡していきまして、まあ、右サイド、まあ、そして長のあたりをついていくランでしたが、はい、まあ、ロスが響いていることもありまして、まあ、変わらずサーダンロングのシチュエーションになりそうです。セーフティーはフリーだったんですけどね。そうですね、まあ、長野の個人技でこれがね、さっき反則がなければと思うと、はい、やはりちょっともったいない気はしますが、サーダン8チェーン動かせてましたからね。そうですよね、はい、サーダン9、サーダン8あたりになりそうですね。サーダン9ですね。中に入れていきます。入っていきましてタックルをしていくがそのまま引きずってファーストダウン取りましたか。取ったんちゃいますか。菅谷選手力強い走りを見せていきましたね。ファーストダウン取りましたね、はい、いやこれは大きなプレーです。同志社大学35番菅谷選手が最後選手を引きずってファーストダウンを奪いに行きました。執念見えましたね。今見えましたね。反則取り返しましたね。さあ同志社大学傾きかけた流れをこのままですね2人の選手を引きずって走っていきました。同志社大学ゴールが見えています。ファーストダウンというゴールフルバックですね、はい、しっかりと守備をしているのは龍谷大学です。さあ前半も同じようなシチュエーションがありました。同志社大学最後決めきることができませんでしたが、はい、さあ第3クォーターこのシチュエーション先制点もぎ取っていきたいところですね、まあ、菅谷長野で取れたらこのゲーム流れ作れますけどね。そうですね、はい、さあセカンダンというゴールあと7ヤードほどでしょうか。生きています。菅谷に入れていきますが龍谷大学いい反応ですね。さあここは龍谷大学守備をしっかりとしています。95番ディフェンスラインのユーメン選手ですね。あユーメンと寝てるんですね。ユーメン選手が入っていますね。今のはいい反応、早い反応で止めていきました。さあ入っていきます。ファーストコンタクトで当てて勢いを、はい、止めていますね。さあ変わらずサーダーというゴール左サイド抜けていきます。このままタッチダウン取れるか。取りましたね。取りました、はい、タッチダウンです。先制点は同志社大学。8番ランニングバック4年生長野選手が左サイド最後は力強く駆け抜けていきました。白のユニフォーム同志社大学欲しかった先制点6点を追加して6対0龍谷大学をリードしています。はあ、欲しかった先制点がそうですねとうとう入りました。まあのインターセプトに応えたタッチダウンは大きいと思いますね。そうですね、はい、さあディフェンスの頑張りに応えたこのタッチダウン6点が追加されている同志社大学。そして、熊谷君が、このまま熊谷選手がフィールドゴールトライ4ポイント蹴っていきます。これも外しましたね。今日どうしたんでしょうか。トライ4ポイント、キックを外してしまいまして、6点のまま、このまま、折り返していきます。さあ先ほどのシーンです。さあタックルで最後倒れなかったというのが大きいですね、はい、また応援スラインもいいブロックできてましたからね。そうですね、はい、さあ
同志社大学、通常 そのパスとかランのタッチダウンというのは実は今季初なんですね。はい、そうです。はい、リターンタッチダウンで一つ取っていますけれども、こう自らのランでこう取ったっていうのはやっぱり今日もそうですが、やっぱ次の試合にもつながってくる、まあ、はい、自信になるでしょうね。そうですね、はい、まあ、今日はずっとコンスタントに、うん、はい、長野菅谷を走れてましたんでね。ただPAT の1点は本当にそうですね、これは大きく分ける可能性がありますから、ま、0対0と一緒の状況ですね。そうですね。さあ同志社大学のキックでゲームが再開します。龍谷大学のレシーブ取っていきました。左サイド少しゲインしてきましたね、はい、さあ少し進んできました。ただあれですね、藤本君には飛びませんね。そうですね、はい、ワイドレシーバー野間選手がキャッチをして左サイドを走っていきました。そして龍谷大学の攻撃で試合が再開していきます。野瀬さん、はい、反則が今出てますね。反則が出てますか、はい、同志社側のオフサイドだと思いますか。キックオフカバーですね。なるほど、同志社側の反則が出ている模様ですが、さあそうですね、イエロー出てますね。さあキックオフやり直しということになりました、はい、今日このなんか要所要所でこう反則をしてしまっているシーンが目立っているようにも思うんですが、ね、入れ込みすぎてるんでしょうね、今のなんかはタッチダウンの後で。そうですね、はい、5番でしょう。こうやっぱ気持ちが高まってしまっている、はい、ということでしょうか。しかしやっぱりこういうね、一つ一つのこうプレーが重要になってくるところだと思うので、まあ、先ほどのトライプ4ポイントしかりですが、これまだまだこう気を許せない状況ではありますからね、はい、やっぱりアグレッシブは必要ですけど、クレバーいうかね、落ちた冷静さいのは絶対に必要ですから ね、 そうですね。さあ最後まで冷静な試合運びをして、勝利をつかみ取るのはどちらのチームなんでしょうか、はい、第3クォーターも間もなく、半ばに差し掛かっています。野瀬さん、はい、対する龍谷大学村田ヘッドコーチなんですけれども、はい、やはりオンサイドケアというのも気にしているみたいですね、うん、なるほど。さあオンサイドの可能性もあります。さあその龍谷大学蹴ってきましたね。さあオフサイドだという声も響いていますが、野間選手にボールが渡って左サイド倒れません。倒れませんね。倒れずに走っていきました。一遍ブロッカーにぶつかったんですけど ね、はい、野間君も、はい、そこでよく耐えましたね。耐えて野間選手走っていきまして、少し自陣を回復している状態です。龍谷大学の攻撃が間もなく始まります。第3クォーター6分が経過して、同志社大学がこのクォータータッチダウンを待望のタッチダウンをランニングバック長野のランで決めて6点を先制しています。さあ龍谷大学応援にも熱が入ります。フロアから入りますね。龍谷大学の攻撃、ファースト3点、クォーターバックは竹内、右のラン抜けていきます。さあ右のラン抜けていく、ファーストラン取っていきました。岩崎くんですか。そうですね、ランニングバック24番岩崎選手、右サイドをついていってファーストランを更新しています。どっちかというと井上くんと似たタイプのランナーですね。そうですね、はい、ランニングバック3枚看板がある龍谷大学、オフェンスラインもいいブロックしてましたね、はい、最後しっかりと道を作ってファーストランを更新しています龍谷大学。右サイドでゲインしたん、あれですか、初めてじゃないですか。そうですね、先ほどから左サイドが多かったんですが、はい、右サイド大きくゲインをしていきました。フルバックですね、はい、中に入れていきます。中央つくらん、まだ倒れません。あ、ですけどフルバックはずっとこの試合は、はい、肥後ですかね、肥後選手止めてますね。そうですね、しっかりと中にスクランは止めてますが、肥後選手ボールを持っていきましたが1ヤードほどの、はい、前進にとどまっています。ここは同志社大学が、ディフェンスライン、そしてラインバッカーの集まりでいい守備を見せていきました。そうですね、はい、石山サイドですからずっと、はい、顔出してますから。ただ龍谷にとってはこのプレーは絶えずコンスタントにコールするのは必要だと思うんです。そうですね、はい、さあセカンダンナインです。さあ左サイド入っていきましたが、同志社大学もいい守備反応してますね、はい、最後止めていきました。龍谷の左サイドは本当に悪い景色ってないですね。龍谷大学サーダンナインのままですかね、はい、原因はありません。
さあ先ほどはランニングバック岩崎選手ですかね、走っていきましてファーストダウンを取っていきました。その後ランを試みているんですが、ファーストダウンを取るには至っていません。クォーターバックは6番の竹内が入っています。サーダンラインの攻撃、はい、パスを選択、プレーアクションですね。プレーアクションからのパス、竹内自ら持ち込んで右サイドを走っていきます。ボールをこぼした、ファンブルをリカバーしたのは同志社大学の可能性がありますか。今のはありますね。タックル後に攻守交代です。同志社大学ここでもビッグプレーが飛び出しました。ディフェンスバック2年生の松本選手、ね、松本ですね。コーナーバックの松本ですね、はい、抑えたのは松本選手ですが、はい、タックルをしたのも松本選手ですかね。さあ龍谷大学竹内選手持っては行っていいところまで、ね、走っては行ったんですけれども、そうですね、はい、23番松本選手、ね、はい、タックルをしてターンオーバー、同志社大学のオフェンスに変わります。さあ龍谷大学はちょっと流れをつかみきれずにいますね、はい、またいいポジションいましたからね。そうですね、今日の同志社大学守備でリズムをしっかりと使っています。左サイド8番走っていきます。長野選手が走っていきました。今日タッチダウンも取っている長野選手、左サイドを、駆け抜けていきまして 3,4 ヤードほどですかね、はい、ゲインをしています。同志社大学は落ち着いてますね。それでいうとそうですね。さあ得点を取った後の最初のオフェンスになります。野瀬さん、はい、先ほど活躍しています長野選手なんですが、はい、まあ、今シーズンは序盤ちょっと怪我もあって試合出場ならなかったんですね、はい、まあ、ただ中盤から復帰しまして、まあ、平均でラッシング 5.4 ヤード、このあたりが非常に特徴的だと思いますね。そうですね、今日もコンスタントにランを決めています。サクオトバック持っていきました、まあ、なんとか戻しましたね。そうですね、なんとか戻しましたね、はい、コカド選手ですか今のは。今のコカドです、はい、コカド選手が自ら最終的に持っていきましたが、まあ、ロスをするには至ってなくですね、はい、ちょっとだけロスしたいですけど、はい、ここでもこうロスせずにこう戻ってきているっていうのも前半とは少し違った、はい、ね、シチュエーションにはなってる気はしますね。ただ投げるチャンスはありましたから、ね、そうですね、あのサイドラインでも見てる限りでは、はい、さあ長野選手がやはりコンスタントに 4,5 ヤードやっぱり進めていくというのは非常に同志社大学にとっては大きいところではあると思います。サーダンエイト同志社大学の攻撃、はい、入れました。中央へ上がっていく、そのまま押し込んでいきますが、これはファーストダウンには至っていなさそうですかね。山形ですね、はい、20番のランニングバック山形選手中央ついていきましたが、ファーストダウンをこれはメジャーですね、メジャーですかね、ギリギリ行くか行かないかというところまでボールを進めてきました、はい、さあリプレイです。左サイド抜けていくところちゃんとギャップを見つけて、はい、まあ、これも引きずってますからね。そうですね、はい、ディエンス、はい、力強いプレーを見せてきていますね、はい、同志社大学20番のランニングバック山形選手2年生です。さあ今チェーンが入ってファーストダウンの更新の有無を確かめています。行、はい、ってなさそうですかね。ちょっと足りないですけど、ね、行くでしょう同志社。さあフォースダウンになりますが、はい、さあ同志社大学、このシチュエーションで何を選択をしていくか。さあしっかりとこれも攻撃選択する可能性ありますかね。はい、もう今までの財産で言ったら絶対あのゴーの確率は高いと思います。そうですね、さあフォースダウンチャレンジを行うか。フィールドにいるのは紫色のユニフォーム龍谷大学、さあ今白のユニフォーム同志社大学が入ってきました、はい、オフェンスチームが入ってきましたね。まあ、あとパントですかね。パントのチームが入ってきましたね、はい、無理はしないというところですかね、ここに関しては、はい、トリック、はい、そうですね、はい、さあスニークでも取れるでしょう。そうですね、さあフォーメーションを変えてフォースダウンチャレンジを行いそうです。同志社大学バントのシチュエーションからで笛が鳴っています。野瀬さん、クォーターバックも12番坂谷に先ほど変わってましたね。なるほど、12番の坂谷に変わっていました。チームタイムアウトをここで取ってきましたね。オーサイドトラップで仕掛けたんですね。オーサイドトラップをね、はい、なるほど、はい、
そうか、あの龍谷にタイムアウト1回余分に使わせたい。そうですね、はい、うん、さあお互いのチームの心理戦が動いていっています。同志社大学対この龍谷大学のこの試合、第3クォーター10分が経過しまして、同志社大学が6点をリードしているという状況です。ただあの、まあ、龍谷側はもう今パントはないと思う、うん、そうですね、思ってたように落ち着いてましたからね。そうですね、はい、ここはやっぱパント蹴るんですね。パント蹴りそうですね。そうですね、3番の米井が入ってますので、はい、パントを蹴っていきそうです。同志社大学フォースダウンショートのシチュエーションですが、パントのフォーメーションを作っています。そうですね、パントを蹴っていきます。パントややショートのパントですが、これいい位置にボールが転がっていきましたね。リバウンドになりましたね、はいはい、最終的にいいパントになりました。同志社大学パントを選択して、ここで攻守交代です。龍谷大学のオフェンスで第3クォーター、残すところ1分53秒となります。ちょっと無理はしないというところですかね、同志社大学側としては、はい、まあ、ディフェンスが止まってるからいう裏付けもあると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、これはもう あくまでも結果論ですから。そうですね、さあ龍谷大学の、オフェンスに、変わっていきます。さあかなり、まあ、自陣だいぶ厳しい状況のところからの、はい、前半にも1回ありましたけど ね、エンドゾーンからのオフェンス。さあ今日はしかもこのこういったシチュエーションからどうしてもディフェンスが踏ん張るという、はい、ところが多く見えています。まあ、ターンオーバーも含めて、ね、起こしてますからね。さあ真ん中気をついてきますな、はい、これも今までぐらいのゲインで終わってますからね。そうですね、はい、さあ数ヤードの前進はありそうです。クォーターバックは変わらず6番の竹内が入ってますね。中央をついていくランですが、2ヤードほどのゲインにとどまっています。龍谷大学の攻撃、龍谷大学側はしっかりとまずオフェンスでリズムを作っていきたいところ。セカンドアンドエイトです、はい、中央パス、パス通りました。ロングゲインになりそうです。おっと、このまま右サイド紫のユニフォーム走り抜けていってタッチダウン。龍谷大学5番の内藤拓磨ですね、はい、確かに追いつくターゲットですね。彼は追いつくことができませんでした。同志社大学クォーターバック竹内選手から5番内藤選手へのパスが通って、そのまま最後は右サイド走り抜けてきました。紫のユニフォーム龍谷大学6点を追加して同志社大学に追いついています。6対6同点。ゲームを振り出しに戻したのは龍谷大学。さあトライ4ポイント、ここで1点入ると龍谷大学が逆転となりますが、決まりました。トライ4ポイントで1点追加。龍谷大学第3クォーターで同志社大学を逆転しています。さあ同志社大学としてはちょっとこの一発で流れが変わってしまいそうですね。いい位置に走って、はい、でこの後ですね、内藤選手最後サイドラインギアをね、はい、走りで行きましたね、走り切りましたね、はい、最後32番中村選手懸命に追っていったんですけれども、最後は内藤選手が走っていきまして、龍谷大学見事第3クォーター逆転に成功しています。タイトのバッチ体系からでもランに反応、過剰反応しすぎたんですね。そうですね、はい、まあ、ここまでやはり龍谷大学、まあ、多彩なランニングバックを要しますから、はい、ランを警戒していたところもあって、最後内藤選手にうまくこうパーグで空いてましたね、はい、ただセーフティーぐらいはね、そうですね、どのポジションでも、はい、して欲しかったところではあったと思うんですが、まあ、ただ1点差ですから、そうですね、まだゲームは分かりません、はい、龍谷大学のキックで試合が再開です。同志社大学ボールを取って一応抜けていきますが、龍谷大学いい守備を見せています。さあ同志社大学、今のは88番の三山選手ですかね、はい、リターンしたのは怪我から復帰して、彼もいいあのレシーバーですよ。あ、そうなんですね、はい、88番の2年生、はい、三山選手2年生、
星稜高校っていうことは石川県からですかね。いや、あの兵庫県の星稜高校 高校ですか、はい、龍谷の中塚君も同じ高校で、そうなんですね、はい、同じチームメイトです。さあ同志社大学白のユニフォーム今フィールドに入ってきました。ま、出るプレーはあるわけですから、そうです、ね、まだあの焦らずに時間は十分ありますしね、はい、まだ第4クォーターもありますし第3クォーターも残すところ52秒あります。岡戸から地をつくらん龍谷大学がきっちりと止めていってます。龍谷大学のやはりディフェンスライン陣もやっぱ安定はしてますね。それでいうとそうです、まだ止まって今のは本当にいい景色だった、ね、そうですね。ただどうしたらここは絶対スリーアンドアウトで終わったらダメですね、はい、完全に勢いが逆転します。そうですね、はい、同志社大学としてはやはりこのシリーズ確実にファーストダウンを取っていきたいところではあります、はい、まずは中央つくランを見せていきました。セカンダンライン抜けていきます、はい、あ、いいプレーですね、はい、今のもこうクォーターバックで行くのか、まあ、それともランニングバックで行くのかというところで、はい、まあ、菅谷選手が最終的にボールを持ってゲームを進めています、はい、今日菅谷選手力強い走りを見せてます ね、あの縦に上がってからは、あの自身ですごいヤード稼いでます。そうですね、はい、そこで負傷者のためのタイムアウトが取られています。野瀬さん、はい、前半の龍谷大学 の、まあ、あの守備なんですけれども、はい、やはりコーチ陣話していましたのはあのラインバッカーが機能していないというところでしたね。なるほど、まあ、対する同志社大学の、まあ、小林ヘッドコーチも、まあ、オフェンスは出るだろうという後半の見方もあるようですから、この後まだまだあの試合展開わからない面白いゲームになりそうですね。そうですね、さあラインバッカーがまあ機能していないというふうなところも前半の振り返りで今ありましたけれども、はい、やはりもうやっぱランニングバック、まあ、ラン主体のチームではありますので、はい、このラインバッカーと、まあ、ディフェンスラインの この集まりの速さというのは非常に重要になってきますね、はい、さあ第3クォーターがここで終了しました。さあ第3クォーターを終えて7対6と龍谷大学が1点をリードしています。第3クォーター両チームともに1本ずつタッチダウンを奪い合う形になりました。トライ4ポイントで、キック成功している龍谷大学がわずか1点をリードしているその状況です。さあ接戦になりましたね。そうなると なってきましたね。さあ7対6その差はわずか1点。第4クォーター残り12分で、全てが決まります。ここまでまだ勝ち星のない同志社大学、勝ち星を取ることができるか、そして龍谷大学は初の4勝を目指して、負けられないそんな一戦になっている、このディビジョン1、第5節龍谷大学対同志社大学の試合です。さあ第3クォーター振り返ってみてどうですか、いかがですか茨城さん。まあ、あの同志社がランはコンスタントに出し続けたシリーズだったんですね、うん、はい、だから、まあ、あわよくば追加点取れるぐらいの勢いまであったんですけど、そうですね、はい、まあ、その勢いがあったところを本当に一本のパスで、はい、もう特にゴール前の苦しいところから、ね、はい、まあ、これがフットボールなんですけど、そうですね、面白いところでもあるんですが、はい、龍谷大学がこう波をね今こう取っていこうというところではあるんですけれども、同志社大学がやはりこの第4クォーターの一番最初 この立ち上がり、はい、どういう動きを見せてくるかもしっかりと見ていくところですね、はい、まずここをファーストダウン取ることですね。そうですね、はい、さあまずはファーストダウンをきっちりと取って流れをね相手に取らせないというのは非常に重要なところになると思います、ね、さあその同志社大学サーダン2、3ヤードのところですかね。2ヤードですかね、はい、サーダン2、まあ、テールバック長野です。はい、テールバックには長野選手が入っていますね。さあボールを渡して取りましたね、取りましたね、ファーストダウンを取っていきます。さあ今日は長野選手タッチダウンを取っています。今日このやっぱり長野がうまく機能してますね。してますね、はい、特に左サイドのタッチダウンもそうでしたけど、そうですね、はい、あそこまで上がれるわけですからね。もうしっかりとこのランが出てるってことはやっぱりオフェンスラインがきっちりと機能しているということですよね、はい、さあ同志社大学、まあ、もう4ダウンラインにもしてますからね。そうですね、龍谷はね、はい、3、4やなしに、はい、ここはランをきっちりと警戒して守備を引いてきているのは龍谷大学です。置いていって、はい、リバースです。リバースプレー、これも長野選手左サイド駆け抜けていく、ファーストダウンを取りましたか。取りましたね、取りましたね。同志社大学オフェンスにリズムが出てきました。今日タッチダウンを決めているランニングバック8番の4年生長野選手、左サイドを駆け抜けていきました。
さあリバースプレーも飛び出して、はい、やっぱりもう今までの攻めだけだったら単調になりますので ね、 そうですね、絞らせないのは大事ですね、はい、龍谷守備に、まあ、右のオプションプレーかと見せかけてリバースプレーで左サイドを取っていきました。同志社としてはここはしてやったりというところですかね、はい、まああわよくば点につなげたいプレーコールですけど ね、 今のは龍谷大学をうまく止めています。中央スクラム、さあ力強く押し込んでいきました。同志社大学ランでリズムを作っていきます。今のは20番のランニングバック山形ですね。山形ですね。今日山形選手も要所要所でしっかりと出てきて、はい、あのヤードを稼いでいます。第4クォーターになりました。龍谷大学対同志社大学のこの試合、龍谷大学が1点をリードして第4クォーターを迎えています。さあ同志社大学もファーストダウンを2回立て続けに取ってリズムを作っています。はい、プレーアクションですね。プレーアクション、さあまだボールはコカドのまま。コカドのパスを通ってきました。パス成功。あ、よく残ってましたね。そうですね、タイトエンドは川村ですね。はい、タイトエンド2番の川村選手がよく残っていて、コカド選手もしっかりと最後見てパス投げることできましたね、はい。このパスを今日初の成功といっても前半に毎回ゼロヤードですね。そうですね、あの進んでないので、はい、さあパスゲインは多分おそらくこれが初めてでしょう。今のはいいパスでしたね。そうですね、プレーアクションプレーから最終コカドが耐えてターゲットを見つけて最後は取っていきました。さあファーストダウン3回連続で取っています。中のラン、さあ抜けていく、押してますね。そうですね、オフェンスラインがきっちりと押していくのと、今日は本当にこの菅谷選手が力強いランを見せてますね、はい、足止めてないですね。うん、決してそうですね、めちゃくちゃこう体格がいいというわけではないんですが、はい、今日は本当にパワーをしっかりと持って前に前にというその気持ちが出ている、そんなプレーが菅谷選手から出ています。同志社大学追加点のチャンス、ゴール前まであと10ヤードわずかです。中央スクラム、セカンダンツ、ファーストダウン取ったんじゃないですか。取っていきますね。長野ですね。長野選手が押し込んでいって、同志社大学はリズムを作っていく。龍谷大学もこうよしよしで抑えてはいるんですけれども、止めるには至っていないですかね。ファーストダウン更新です。さあこのままファーストダウンゴールになりそうですか。ファーストダウンゴールですね。そうですね。はい、さあゴールライン10ヤード切っていきました。同志社大学追加点のチャンス、守ることができるか龍谷大学。35番菅谷選手にボールが渡って追っていくのは龍谷大学。いい守備を見せていきます。いや、この集まりの速さですよね。集まりですね、よく届きましたね、はい、菅谷が勝ちの景色やったんですけど。そうですね、はい、菅谷選手左サイドオープンプレー抜けていったんですが、これは龍谷大学がきっちりと守備をしています。コーナーバック46番の奥井選手もいい動きを見せていましたね。やっぱり早い反応と、はい、あとそうです、ね、セーフティーですね、うん、鶴葉君ですか。はい、鶴葉選手、奥井選手のやっぱり集まりのこの速さ、このゴール前での守備っていうのも非常に重要になってきますからね、はい。まあ、DB は思い切って動けますからね。そうですね、背中中央真ん中、中野選手走っていきます。穴は開いてましたね。穴は開いていきましたが、タッチダウンには至っていません。さあ前半も全く同じような景色がありました、はい、その時はタッチダウンを取ることができず、その後キックも奪うことができませんでした、はい。さあこの前半の部分を取り返すことができるか、同志社大学にとってもしっかりと集中をしていきたいこのオフェンスのシリーズ、はい。テルバックは菅谷ですね。そうですね、対する龍谷大学はこの1点のリードを守りきりたいところ。サードアンドゴール、はい、トス、トススイープ、止めていきます。いい守備を見せたのは龍谷大学。このフローに対しては本当に早いですよ。そうですね、はい、この龍谷のディフェンスには得意なプレーだと思いますね。龍谷大学、まあ、ラインバックはしっかりと集まって止めていきました。まあ、確実に3点取ることですね。同志社はね、同志社大学は、はい、さあ同志社大学こうで直線的なランと横と揺さぶりをかけていってはいるんですが、こう横への対応は龍谷大学きっちりと止めていってます。さあフィールドゴールでキックを選択しているのは同志社大学、キッカーは熊谷3年生です。
蹴っていきました。これは決まりました、はい、3点追加、同志社大学逆転に成功。第4クォーター、同志社大学ゴール前まで進めて、最後はフィールドゴールで得点を3点重ねています。9対7、2点をリードしています。さあ同志社大学が逆転していきました。面白い試合ですね。面白いですね。点を取って取られて、そしてまた取ってと、本当にシーソーゲームになっているこの試合。微妙な点差しか開かないですからね、そうですね、はいはい、本当に見てる方も、まあ、選手もそうでしょうけれども、はい、やっぱり気の抜けない、そんな一戦になっていますね。同志社が気を抜けないですよね。そうですね、はい、さあ同志社大学、しかしながら3点を追加して逆転に成功しています。しかしやはりこうなるとトライ4ポイントの1点が重くのしかかってきます ね、はい、残す時間は第4クォーターあと7分。本当によく考えられてますよ、そうですね、トライ4ポイントというのは、はい、存在にできないですね。さあ同志社大学キック、オンサイドも可能性としてはありますか。まあ普通に蹴ってきますかね、まあ、ここには ここではしないでしょうね、はい、さあ余裕を持ってキックを蹴り上げていきました同志社大学、はい、龍谷大学レシーブをして右サイド走っていきます。おっと、これはリバースプレーですか。はい、リバースプレーで左サイド抜けていく。おっと、抜けていくぞ。あ、踏みましたね。ラインを踏んでしまった形ですかね。80番ですね。タイトルの西村選手ですか。80番、そうですね、西村選手への。今右サイドを走っていくかと思ったんですが、ここで負傷者のためのタイムアウトが出ている模様です。龍谷大学をここで仕掛けてきましたね。しましたね、はい、右サイドをついていくかと思われたんですが、80番左サイドを最終的に駆け抜けていきました。負傷者のためのタイムアウトが出ている模様です。タイトエンド西村選手ですね、80番の西村選手が左サイド、もうあわや結構いいロングゲームになりそうでしたけれども、はい、もういい壁できてましたからね。そうですね、手前に。しかしながら龍谷大学としては、まあ、少しやっぱり前進があった部分ではオフェンスとしてもまあやりやすいところから始まるというところ形になります。さあクォーターバックは6番の竹内選手が引き続き入っています。またタイトバンチの、はい、そうですね、はい、狭い体型ですね。狭い体型から、さあ同志社大学もここの守備も重要ですね、はい、得点の後きっちりと守備をしていきたい、まあ、自信持って臨んでほしいですね。そうですね、はい、あのパスだけですからね、はい、本当に。さあ対する龍谷大学、オフェンスでリズムを作ることができるか。カウンター入りましたね。カウンターから入りました、はい、よく残ってました、はい、いいディフェンスを見せましたね、はい、さあ龍谷大学は36番ですか、はい、井上君ですね、井上選手ですね、はい、36番の井上選手にボールを渡しましたが、これはわずかの前進にとどまっています。1ヤードほどですかね。さあカウンタープレー、そうですね、よく見てましたね、はい、したこれラインバックがよく見てましたね、はい、松岡ですか、はい、あとは平野選手もですね、うまく残ってました。龍谷大学セカンダンナイン、フードバック竹内パスを選択、パスキャッチ、パス成功、パス成功していきました龍谷大学。今中塚君ですね。そうですね、82番の中塚選手がボールをきっちりとキャッチをしていきました、はい、このゲインは大きいですね。大きいですね、はい、まあ、ただあそこ見てたいのはやっぱり竹内君のパスは上手ですね。そうですね、はい、竹内選手冷静に取っていきました。82番中塚選手もよくキャッチをしていきましたね、はい、彼も春からよく試合には出てましたんでね。そうですね、また3ランニングバック入りました。龍谷大学多彩なランニングバックを要する。さあ35番走っていきます、左サイドオープン抜けていく。いや、やはりこれだけやっぱり層が厚いと、はい、今のは肥後選手ですね、はい、4年生の今のはフルバックですね、フルバックの肥後選手、はい、真ん中を、ね、うまく止められているんですが、はい、左サイドをうまくついていきましたね。浅いスイングですからラインバックが届きかけたんですけど ね、はい、惜しかったですが、ちょっと勝負しすぎました、はい、まあ、いいアングルで入ったと思うんですけど、リ
龍谷大学オフェンスにリズムを作っています。ファーストターン更新してファーストターン点。第4クォーター残すところ5分です、はい、ホールスタートです。あーホールスタートですか。パスを選択してパスは成功しましたが、ここで反則が発生している模様です。龍谷大学、まあ、井海君に対してのパスは成功したんですけれども、レシーバーのホールスタートじゃないですか。さあ、はい、茨城さんがおっしゃる通り反則が出てますが、一体どのような内容になるんでしょうか。オフェンスかディフェンスか。さあ審判が話し合って今イリーガルシフト、イリーガルシフト、オフェンス、オフェンスの反則ですね。ファースターン、さあ5ヤード下がってファーストターンやり直しという反則になりました。龍谷大学としては、まあ、パスは通ったというところも考えるとちょっとねこう流れが来てた分、ね、やっぱりこの反則で水を差されたというところはありますね。これですね。ああ、そうですね、一番外側のレシーバー出てしまいましたね。ただこの後やっぱり竹内選手はしっかりとパスを通しているので、はい、このまましっかりといいリズムでオフェンスを続けていってほしいところです。クォーターバック岡田に変わりました。クォーターバックが岡田に変わった模様です。そうですね、背番号15番ファーストロング、さあ QB 自ら持っていきます。さあここで変えてきましたね、クォーターバックを。次竹内君入れるんでしょう。そうですかね、はい、さあ15番の岡田に変わっています。そうですね、15番のクォーターバックが変わっていきます。多分今のコールのためのクォーターバックチェンジだと思うんですけどね、はい、ブロックしてますからね、レシーバー。さあ少し日も差してきました、はい、西京極陸上競技場。第4クォーター残すところ4分20秒セカンダンロングというシチュエーションで龍谷大学の攻撃です。クォーターバックは代わって竹内が入っています。両タイトエンドですね、両タイトエンドワンランニングバック。さあそのフォーメーションからパスを選択しています。パスは成功、つないでいます龍谷大学。さあオフェンス、このラインは強いですね。そうですね、リズムを切らずにタイトエンド田村選手へのパスが通りました。韓学生の2本目のタッチダウンもこのブーツレックからタイトエンドのパスでしたね。さあこの、まあ、本当に殿下の宝刀と言っても過言ではない、はい、そのフォーメーションからきっちりと取っていきました。キャッチしたのはタイトエンドの田村選手です。どうしてもディフェンスも勝負したんですけどね。そうですね、はい、さあクォーターバック竹内選手サーダン6。さあこのシチュエーション取れるか大きいところ。さあランを選択して抜けていきました。龍谷大学ここでタッチダウン、岩崎くんですね。さあ岩崎選手、ランニングバックの岩崎選手がしっかりとギャップをついて最後は右サイドを駆け抜けていきました。龍谷大学6点を追加して13対9、逆転に成功しています。いい通路、いい通路がありましたね。したけど、はい、岩崎君にとって、はい、そこしかないいうところが上がれましたから、もう完全に空いている状態で走っていったのは龍谷大学岩崎選手でした。トライフォーポイント成功します。1点を追加しました龍谷大学14対9、5点リードで残すところ3分16秒となりました。リターンからの流れをつなげましたね、龍谷はね、はい、こうパス、パスとこうゲインをしていった中で最後は24番ランニングバック岩崎選手が走っていきました。右サイド今シーズン初タッチダウンですね。ああそうですか、はい、ラッシングでは10位に入ってる。そうですね、よく試合には、うん、試合には出て、はい、ゲインは出てますから、ね、はい、稼いでるんですが、今季おそらく初タッチダウンになりました。龍谷大学2本目のタッチダウンを奪って5点のリードのまま第4クォーター残すところ3分16秒になりました。同志社大学としてはこう嫌なタイミングで追加点を取られてしまいましたね。そうですね、まあ、ただ時間的には十分ですからね。そうですね、はい、まだまだ、はい、チャンスはあります。もう要は根気よく3分でラストドライブしっかりとできるかどうか、はい、対する龍谷大学はきっちりと守備を止めれるか、ここも重要です。同志社大学のリターンでスタート。
よく見ています。自陣30ヤード付近でボールが止まっています。同志社大学のオフェンスで試合が再開していきます。14-9とその差は5点、1本のタッチダウンが決まれば逆転と。逆転ですね、はいはい、さあまだゲームは分からない、そういった試合状況になっています。龍谷大学対同志社大学のこの試合、白のユニフォーム龍谷大学、紫のユニフォーム龍谷大学、いい試合を本当にここまで行ってきています。コートバックコカド自ら持っていきます。左サイド走ってファーストを更新しましたか。はい、ファーストを更新しました。このやっぱ最初のシリーズうまく取っていくっていうのはすごく重要ですね。やっぱり大事ですね、はい、逆にこう龍谷大学としてやっぱり取った後の最初の守備ですので、しっかりと見ていかなければいけないところではあったかとは思うんですが、はい、同志社大学がファーストダウンを取っています。クォーターバックコカドが自ら持ち込んでファーストダウン、点差はわずか5点、ファースト10です。龍谷大学その守備を見せることができるか。キャッチはパスは不成功ですね。さあ同志社大学21番へのパスだったんですけれども、はい、草深ですね、はい、草深選手ですね、はい、草深選手のパスは失敗です。白のユニフォーム同志社大学、残すところ時間は2分34秒、まあ、タイムアウトも、ね、まだ残ってますからね。残ってますからね。さあ同志社大学もパスを選択してきましたね、はい、さあオプション左サイド菅井選手のオプションプレー、いいタックルが入ります、はい、この後タオルまだ終わりません。龍谷大学がこういい守備も見せましたね。見せましたね、はい、今のピッチマンはもうちょっと上がれるような雰囲気だったんですけど、そうですね、届いてますからね中から、はい、オプションプレーでしかしまあゲインをしたっていうのも、はい、まあ、大きな収穫にはなるかもしれません、ね、はい、今のは今日の試合では一番いいピッチだったと思います ね、うん、さあパスを選択して窓から通ってますか。通ってますね。おパスキャッチ、パス成功です。同志社大学三山君ですね、はい、88番の三山選手にパスが通ってファーストダウン更新。さあじわじわとゴールラウンに近づいてきています、はい、まあ、その分時間も短くなってますんで ね、 んですね。さあキックだけでは逆転ができない点差、はい、QB ドロー、クォーターバックコカドが持っていきますが、いい守備を見せていきます。もう今ラインバックはドロップしてなかったですから ね、 そうですね、はい、ちょっとはあの焦りすぎもあると思いますけど、はい、龍谷大学3年生9番ラインバッカーの正岡選手がクォーターバックを止めています。さあタイムアウトですか。同志社大学がタイムアウトを取った模様です。第4クォーター残すところ1分44秒、その差は5点、1本のタッチダウンで逆転が可能。さあ今日ももちろんそうなんですが、これからの試合を考える上ではこの後の展開というのは非常に重要ですね。そうですね。ただあのもう時間が限られてますんでね、はい、今までみたいに長野菅谷だけでエンドゾーンまでいうのはもうちょっと厳しい時間帯ですね。そうですね。さあ今日得点を決めている、タッチダウンを決めている長野選手、さあそして菅谷選手を使ってきているこの同志社大学ですが、さあ違ったプレーも、まあ、次節に備えて見せてもいきたいところ、まあ、そうですね。まあ、菅谷のロングゲインはランでは必要だと思うんですけど ね、 ですね、得点につなげようと思えた場合、同志社大学のタイムアウトは2回目です。訂正をします。タイムアウトは残りあと1回ということですか。同志社大学のタイムアウトは残り1回ということですね。セカンダンロング第4クォーター残すところ1分44秒です。クォーターバックは変わらずコカド、パスシチュエーション、パスフリー、パスは成功ですか。不成功ですかね。ちょっとラインを割ってしまいましたか。決まってますね。あ、パス決まってますか、はい、決まってますね、はい、パス成功ということで三山ですね。はい、三山選手また取りましたね、はい、ファーストダウンを更新です。この後半に入ってパスも少しずつ決まり始めてますね、はい、また投げざるを得ないいう状況もあると思うんですけどね。そうですね、はい、まあ、それが小方にとってはいいプレッシャーかも分かりませんけど、はい、確かに
まあ、龍谷大学としては今タイムアウトを取ってるんですけれども、はい、やはりこう今までこうランできた分、はい、こうパスでのシチュエーションで来てしまってこうスルスルっとこう取ってしていますので、はい、しっかりとこう守備体系を整えていくという意味合いもあるかもしれませんね。まあ、あとラン止めようと思えばパスラッシュがしにくいんですけど、ここはやっぱりあのクォーターバックに対してのプレッシャーというのは今度龍谷のディフェンスラインには必要になってきますね。はい、はい、前半はよくプレッシャーし、そうですよね、はい、かけてましたしね、に対して聞いてたんですけどね。さあそうなるとやはり龍谷大学のディフェンスラインしっかりと機能をしていくことが鍵になりそうです。はい、第4クォーター残すところ1分37秒。まあ、木下君、森君は A ラッシャーですんでね。そうですね、スリーメンですね今ね。はい、やはりパスを少し警戒してますね。はい、このタイミングで逆に同志社大学も何を選択していくか。はい、菅谷のロングあパスですね。さあ、あとは少しこぼしてしまいました。あわやインターセプトといったところでしたが、引きの選手ですね、引きの選手、はい、懸命にボールを追いましたがインターセプトには至りませんでした。スペシャルプレーを、ね、はい、ちょっと試みた同志社大学ではあったんですが、もうちょっとオプションに食らいついてほしかったんですけど、そうですね、はい、ちょっとプレッシャーもありましたね。はい、さあ今のシーンもう一度見ていきましょう。オプションプレーから、そうですね、ちょっとやっぱりラッシュが強かった。あーっと少しここで取られてしまったら厳しい。おっと、あー、ターンオーバーですか。龍谷大学ターンオーバーです。3番のディフェンスバック川原選手、このタイミングでのターンオーバーは厳しいですね。そうですね、はい、さあここでビッグプレーは龍谷大学に出ました。いやー、パスを選択したところ、レシーバーと全然、そうですね、はい、コミュニケーションが違いましたね。はい、合ってませんでしたね。はい、サインミスがもしかしたらあったのかもしれませんが、レシーバーはアップしてましたからね。アウトアンドアップでしたからね。そうですね、だから逆に言ったらコーナーバックがなんで飛んでくんねん思ったんでしょうね今。しかしいい反応を見せましたね。はい、それでいうと川原選手がインターセプトして、まあ、ディープはセーフティーでしたからね。今のカバーは龍谷大学のオフェンスに変わっています。さあその龍谷大学サイド、さあオフェンスの手も緩めることがありません。18番藤本拓也が走っていきました。今日初めてちゃいますね。そうですね、藤本こんだけ走れた。藤本は今季ここまで2本のタッチダウンを決めてますが、はい、今日はね、そこまで大きな活躍はできてませんでしたが、逆に言った他のテールがよく走ってますんで ね、 そうですね、はい、しかしここでもやはり藤本が走ってくることがあると、やはりもうランニングバックが豊富というのが、まあ、あの兄弟戦なんか彼の独走タッチダウンが一番効いてますんで ね、 でね、ここまでは本当に一番活躍してもいっていいという、はいはい、活躍を見せてきました藤本選手。この試合では初めて大きなゲームを見せました。井上岩崎が走れてますんで、ね、そうですね、中に入れていきます。中央のプレー、35番肥後選手が中央をついていきましたが、ファーストダウンには至ってはいない模様です。さあ時間を使ってきますね。さあセカンダウン3、龍谷大学2勝目が見えてきました。残すところ20秒を切りました。時間は10秒、龍谷大学時計を使います。メンバー交代がちょっとしくってましたんで、そうですね、タイムアウト取りました。タイムアウト、龍谷大学が2回目です。はい、2回目のタイムアウト、後半2回目のタイムアウトを取って、時計は6秒で止まっています。点差は変わらず14対9と龍谷大学が5点をリード。第3クォーターにともに1本ずつタッチダウンを取り合い、同志社大学がフィールドゴールを決めて3点逆転、そしてその後龍谷大学、最後はですね、岩崎選手が走っていってタッチダウンを獲得して逆転に成功しているという今日のこの試合展開です。第4クォーター残すところあと6秒になりました。あ、もう完全にイートのフォーメーションですね。そうですね、はい、サーダーン1、そのまま時間を終えて今試合終了です。龍谷大学2つ目の勝ち星を手にしました。悲願のディビジョン1 4勝に向けて
14対9、最終龍谷大学がその差を守り抜き、龍谷大学の勝利です。14対9でディビジョン1第5節、龍谷大学が勝利をしています。さあ今両チームキャプテン副将が中央に集まって、あ、各チームに走っていきまして、エール交換になります。挨拶をしていきます。同志社大学もいい展開を見せたんですけどね。そうですね、あのターンオーバー得点に結びつけたりとか、あの粘るとこは粘ってましたんで、はい、はい、あの明るい材料いうのは結構つかめた。そうですね、ただ一番必要なのは結果ですんで ね、 そうですね、はい、さあ両チームに惜しみない拍手が送られ、はい、さあそして今両チーム戻ってまいりました。勝ったのは紫のユニフォーム龍谷大学、逆転に次ぐ逆転ということで、その差を守りきり最終勝っていきました。それではここからは両チームのエール交換をご覧いただければと思います。さあここまでお送りしてきました関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第5節、京都府の西京極陸上競技場からお届けしてまいりました。紫のユニフォーム龍谷大学対白のユニフォーム同志社大学のこの試合、結果は14対9で龍谷大学が2勝目の勝ち星を手にしています。さあ本当に激戦でしたね。はい、あの面白い試合でした。特に後半はね。そうですね、もう前半はお互い0対0のまま迎えていったんですけれども、
後半に入って内藤選手そして岩崎選手龍谷大学は立ち直を決めて、はい、で同志社大学も長野選手で立ち直を決めていったんですが最後は龍谷大学が得点を重ねてそのまま逃げ切るという形にはなりましたね、はい、でもこう次回に向けてやはりお互い両チームともに見えてきたものっていうのはありますか、はい、まあ、あの龍谷大学はあの勝ちましたけど、はい、やっぱり反省の多い試合だと思います、あの特にやっぱり前半のランブロックあの後半あの第4クォーターになって岩崎君それから藤本君井上君走れてますけどやるその辺があの残り2試合に向けてのやっぱり最大の反省材料じゃないですか、そうですね、はい、まあ、あの勝ちましたんでより謙虚に反省されるとは思いますけど、そうですね、はい、さあ、まあ、龍谷大学は、まあ、去年が初のディビジョン1で3勝を挙げて、はい、今年はやはり4勝を狙ってというところで、はい、やはり残りの試合負けられないところではあったんですが、まあ、きっちりと最終的にね結果としては勝ちを残していたっていうのは大きいとは思いますね、はいはい、まあ、あとただ近畿大学も神戸大学もそうですね、ランディエンスは本当にあのレベルの高いチームですので、ね、まあ、その辺はあのアサイメントと、はい、あのきっちり反省されるとは思いますけど、そうですね、まあ、気を抜かずに残りの試合もというところではあります、はい、さあ対する同志社大学、まあ、負けはしてしまいましたが、はい、やはり次につながるいい試合になったのかなとは思いますけれども、はい、いかがですかね、まあ、あのその辺はあの希望を持っていい内容だったと思います、あの得点チャンスも多々ありましたし、はい、ただあのチャンスはあったけど結果9点いうのはそうですね、今以上のレベルのフットボールチームになるためにはやっぱり全員があの反省すべきだし、そうですね、あの明日からの練習にあのいわゆる課題を持って取り組むべきだと思います。なるほど、あのテールバックがコンスタントに走れるのは本当にあの応援する楽な状況になってます。そうですね、そこでだスコアに結びつけるためには言うたら、うん、もうそんな単純なもんじゃないですから、そうですね、あのクォーターバック自身のデベロップメント、はい、レシーバーとのコミュニケーションとかいうのも含めて、はい、確かに残り2試合、はいはい、まあ、これからの成長も含めて楽しみな、はいはい、ゲームにはなったんじゃないでしょうか、まあ、前節は10対20で、まあ、兄弟に敗れた、まあ、その試合の結果とはまた違った収穫がきっとこの龍谷大学戦にはあった同志社大学ではなかったんじゃないかなと思います、ね、あの応援室でこれだけドライブできたというのはやっぱり、はい、あのいい兆しだと思いますね、そうですね、やはり次につながるいいゲームになったと思います。さあ お届けしてきました関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第5節龍谷大学対同志社大学の試合は14対9で龍谷大学が勝利しました。そしてこの後は関西学院大学対京都大学の試合が行われます。本日解説は関西アメリカンフットボールコーチズアソシエーション会長の茨城克志さんをお招きして、そして実況は RTB 私の清佑介、そして中継は RTB アナウンサーの上田でお届けしてまいりました。それでは皆様、続いての試合もお楽しみに。